ロックバットです。こんばんは。お願いします。もうね、うん、さ、へ、この前さ、うん、地面にさ、うん、穴掘ってたんよ。え？何してんのお前？なんか出てこい思ってさ。いくつお前、うん？バイトせお前は。ずっと掘っててん。はあ、ほんならさ、はあ、金出てきたんよ。そうつけお前。いやほんまほんまにほんまに。そうつけ。金というか金鉱脈？激熱やね。うん、熱いね。買ってん俺も。鉱脈。もう人生買ってもったんや。ほんまに？うん。たださ、はあ、ちょっと問題があってさ、なんや。俺その金の鉱石を、はあ、金のインゴットに精錬する技術がないんよ。まあ普通なよな。うん。はあ、だからちょっとね、ん？技術がないねんな。めちゃ困ってんのよ。あれちゃう？なんか三菱とかさ、大企業に言うたらあれ金やってるから、アンジュやってくれんじゃん？三菱そんなんやってんの？やってやってる。え、三菱ってあれちゃうの？何？ゼロ戦一本で勝負してんの？もうやめてんねんお前。大昔にやめてんの。あ、もうやめてはんの？今もうバリバリいろいろやってんの。あ、そうなんや。せやで。ああ、そうか。でもそんな三菱みたいなさ、そんな財閥に言うてもうたらさ、なんや。結構いかれるもんよ。え、眼球？何何？ちょっと、眼球？マージン的なもん。かまへんがな。いや、手元にほとんど残らん気する。ドンと来るよ、大丈夫よ。奥来るよ。いや、奥来る？うん。だからちょっと俺できるだけな、このプロジェクトはな、うん、もうプロジェクトやってんの？小規模でやりたいんよ。がめついの。うん。だからね、ちょっとね、お客さんの中で、え？金をインゴットに精錬できるぞって方います？おるわけないやろ、お前。アホか、お前。おれへんな。おるわけないやろ。義務教育受けてないな。義務教育で習わんねん、あれ。習わんねん。めちゃめちゃ特殊やな、あの技術。そうなんか。フェアで、お前。あー、でもな、まあ、一回全部掘るわ。一人で、うん、とりあえず全部掘ってから考えるわ。がめついね。うん。で、うん、でも掘るにあたってさ、うん、ちょっと厄介なんかさ、何が事故なんよ。事故な、うん。穴掘っとったら落盤とかあるからね。そうなんよ。うん、で、一番怖いんがな、ガスの事故でさ。ガサかなんで。ガス怖いやろ。火ついた死んでるからね。そうやね、うん。で、どうもな、うちんとこの鉱脈な、うん、ガスが出とんのよ。あら、あんたのとこの穴ガス出てんのかいな、うん。ガス出ちゃっとんのよ、うちの。えらいこっちゃ。ドラ鉱脈ちゃん。えらいこっちゃで、あんた、うん。で、ちょっとガスの成分調べてみてんけど、はあ、どうもな、天然ガスが出てんの。激熱やね、お前、おい。めちゃくちゃ熱いやんけ。大勝ちやで。二勝してんの。二勝やな。うん、熱いの。そうやね。ただな、ちょっと問題があってさ。なんや。俺その天然ガスから、はあ、家庭用のエネルギーを抽出する技術がないの。またかいな。もうとにかく俺には技術がないねん。はあ、俺にあの資源だけなんよ。コンゴと一緒。え？アフリカのコンゴと全く一緒ない。コンゴと同じないんだよ。あ、そうなの、うん、だからちょっとね、お客さんの中で、え、僕と結婚してもいいよっていう女性います？なんで今聞くねん、お前。おい。いけるかな、思って。なんでおらんねん、お前。こいつ金とガス持ってねんぞ、お前。おい。朝廷やぞ、こんなもん。おれへんな。ありえんな。まあ、金とガスぐらいじゃイケメンには語れへんのかな。せちがらいね。せちがらい、ね。ちなみにさ、うん、その穴どこあんの？穴？え、場所？うん。いや、それ言うたらあかんやん。言えよ、お前。いや、押し寄せてくれ。誰も来えへん、押すやろ、お前。来るて。日本やろ？日本に。ないで、そんなもん。まあ、ヒントだけあげようか。言うてみんな。谷町ってとこだよ。そつけ、お前、おい。大阪のやろ、うん、すぐそこの。大阪の。あなとこなんもないで、お前。掘っても地下鉄しか出てこない、あんとこ。いや、俺、谷町に土地買うたんよ。土地買うた？ 1 平米な。ちっちゃいな。うん、掘るよ、掘るよの土地。掘るよ。12万で買うたんよ。結構しまんな、谷町。で、掘ってたんよ、ずっと。はあ、ほんなら何も出てけへんねん。当たり前やろ、お前。で、このままじゃ12万パーやから。かまへんがな。ほんで、もう結構深くまで行ったから。がっつり掘ったんや。これバレへんな、思ってさ。え？ちょっと横行ったって。横行ったかね、お前。横ガンガン行ったって。横非合法やねん。谷の土地ガンガン行って。はあ、で、谷町1丁目ってとこから掘って。はあ、で、9丁目で。谷町全部掘ってるやん、お前。おい。そうやね。谷町線やん。そうや、俺新谷町線開通させたよ。それはそれでめっちゃすごいよ、お前。で、9丁目ついに金が出て。ああ、9丁目やねんな。うん、谷急に金とガスがあんねんな。言うてもうとるがや。おい、聞いとったで、おい。ありがとうございます。どうも、金。推理の時間です。話の流れで吸ってるタバコの銘柄を当てる。俺たちが、ヤニカス探偵だ。今回はこの人らの吸ってるタバコ当てるんですか？まずファーストインプレッション。ファーストインプレッション。キイチローは、キイチローと三つだけやった。間違いないです。第一印象性。よっこいの彼氏も。うん。で、そうちゃんはたまに濡れてるタバコも吸っちゃうタイプやな。うん。弱者女性は弱者女性1ミリのメンソールの長いやつやな、間違いない。ということは、いや、アイスブラスト、あ、よっこいアイスブラスト顔やな。よっこいアイスブラスト顔、よっこいのおかんは多分アイスブラストやね。
アイスブラストと人間のハーフやと思うから、よっこいは。これだから誰がアイコスかよな。アイコスは弱者かな。弱者。あ、でも三つ秋アイコス言ってそうやな。キイチローはアイコスではない。キイチローアイコスやったら俺しばく。俺もキイチローがアイコスやったらそうちゃんしばく。三つ秋の前でな。あれ何お前よう見てくれ。俺気づいたわ。何名探偵お、そうちゅんや。うわ、そうちゅん。そうちゅんはじゃあアイスブラストもあるな。そうちゅんや。でも部屋の壁がみんな汚れてないねんな。これ多分家とかやろ、これ。あー、アイコス率は高いな。ってことか。髪巻き巻きっきやからな。うんうんうん。歯見してくれへんのずるいな。いや、そうちゃん楽やろ。そうちゃん楽かな。そうちゃん楽でしょ。そうちゅん濡れた？そうちゅん濡れた楽。濡れた楽。濡れ楽か。ちょっと情報もらえますか。はい、こちら情報になります。なんですかそのキャラは。あ、ありがとうございます。事務所なのここは。まずね、よっこいの情報ですから、年齢は29歳でございます。お、1日の、喫煙本数は10本。10本だからそんなにはね、うん、で妊娠出産前は1日3箱。おお、爆行きママやん。子供ができて10本に抑えてると、出産後やっぱり復活して金属バット大好きと同じぐらいにタバコ大好きってことは、そんなに好きじゃないと。いやいやいや。1日3箱いってたから、3箱行ってたやつは、ああよな、なかなかちゃんと吸ってるよな。ただ子供ができたことによりアイコスに変えた。うわ、全然ある、マジで。それは俺もあるよ、ね。うん、ただまだマルボロアイスブラストの味が忘れられてないもある。マルボロアイスブラスト3箱行く？いや、めっちゃ行くやつってメンソール多くない？そう、うん、そうか。あのプレーンのやつはあんまり行っても1箱半とか2箱じゃない。ちなみにソウチュンね、うん、年齢が41歳で、うん、1日の喫煙本数が15本。うん、一言、愛情はないけどないと困る。どういうこと？あ、なるほどなるほど。タバコに愛情はないけどないと困る。別に好きではないけど吸ってまうってことかな。うん、はいはいはい。愛情はないけどないと困るねっていう。じゃあソウチュンはそんなにやな。多分だから総長はこの辺な気がする。いやな。喜一郎さん、うん、年齢29歳です。1日の喫煙本数は20本、1箱、うん、大阪は灰皿がいろんなところにあって最高。これはアイコス消えるな。これアイコス消えるよな。喜一郎からアイコスは消えた。これなしやな、ここは、うん、ちゃんまきよな。喜一郎でも背面も言ってそうやねんな。あ、でもまあ普通に考えたらセッタか。うんうん、普通に考えたらそうやな。総長がキイチロー。てかもうこれ真下同士なやな。あ、でもあるな、普通に見たら。それもあるな。ちょっとまあ他の人も聞いてみよう。とんでもないやつがいてる可能性があるから、うん。次は、三つ秋ですね。29歳。29歳多いな。お、1日の喫煙本数は5から7。ちょっとうるさいこと言ってるわ、ちょっと小林くん。あのナイトクラブに行くと6時間で1箱吸います。ナイトクラブに6時間おんのかな、うん、ナイトクラブに行くと、喫煙歴10年、ようやく前歯が黄色くなってきました。あ、つあきちょっと弱いな。つあき、まあ普段そんな吸わへんねんな、三つあきは。あ、うん、最後弱者女性、うん、年齢が22歳で、はい、1日が1箱20本です。はい、ダラダラしちゃう時でもこの1本吸ったら動くという記録が得られる限り私はタバコをやめません。いつか金属バットのお二人とタバコが吸いたいです。はあ、ガッツ吸い。ああ、ガッツ吸いですわ。ダラダラしちゃう時、まあこれ吸うたら行こうかの。じゃあそのきっかけとして、うん、こう何かこの玉を噛むだとか、うん、あのフィルターのパキってすることで切り替わるみたいな。なるほどな。気分転換やから。じゃあアイスブラスト、アイスブラストか。お前ハイライトメンソールはない、ね、ないもんな、カプセルないもん、ね、うん、アイスブラストはマジであるせやな。あで、あ、うん、
スッとしてからな。そうそうそう。でもどうする、ソーチュンがアイスブラスってったら。ソーチュンは外したくない。ソーチュン絶対外したくないわ。ソーチュンがアイスブラストある、ソーチュンがアイコス変えたはまあ考えれるかもしれんけど、ソーチュンね、ソーチュン何本数やったっけ、15本ぐらいで、あ、じゃあキイチロ出てくんのお前。アイコスって20本入りやんな。20本入り、15本やね、うん、で愛情はないけどないと困るっていう。ないと困るか、うん、ないと困るか。でも多分昔からずっと吸ってん、多分総中は、うん、多分高校から吸ってる顔してるから。その時代にロングなんてあった？だからセッタになるよなこれ、うん、かアイコスに変えたか。ないと困るってアイコスか。いや、よっこいアイコスじゃないんかな。よっこいアイコスにする？子供できてアイコス。いや俺でよっこい背面もありたいけどな。ああ。ただでも気分転換にすぐやったら3つあけよな、5から7。うんうんうん。でやっぱりメンソールって気分転換やから。うんうんうん。え、よっこいアイコスにする？俺でもアイスブラストいってほしいけどな、よっこいには。背面とか。弱者アイスブラストは？弱者アイスブラストは確定しようか、これは。おお。ちょっと。ちょっと坊主弱者アイスブラスターな、これ確定でしょうか、うん、ナイトクラブで持ってておかしくないタバコってない？ナイトクラブって何？要はクラブ、クラブよな、クラブのことでいいんやんな、うん、クラブでクラブ行ってるやつはアイコ吸ってんねんな。ああ、なんかそのイメージあるわ。でこの髪型ね、あ、アイコスで人刺すタイプの、うん、そうなんっていう。アイコスが誰かやな。俺はでも三つ秋キイチロだけではないやろ。キイチロとソーチュンではない。ソーチュンがアイコス吸ってたら俺はマジキイチロの前でソーチュンしばく。どれぐ一番簡単なやつから消していこう。ソーチュンセッターではあってほしいねんけどな。ソーチュンがキイチロがセッターやろ、うん、でもよっこいも昔の男のセッタが忘れられんはずやから。ああ、ああああああ、セブンスター、そう、香りどうする、どれいく、いやこれむずいな。キイチロって、うん、あれ何、なんかヒッピーチックじゃない？もうちょっとね、毛長くてヒゲも伸ばして、うんうん、この下の T シャツの柄もね、なんか科学やん。何がやな、メンソールとかって、まあ、ケミカル寄りではあるけど、うん、だからやっぱこっちになるかな。セッタとかキイチロー、ソーチュンキイチローもセッタであってやな、ここがどっちか分からんけど、よっこいセッタも俺はその線も捨てられねえけど、まあここか、うん、セッタは、うんうんうん、弱者女性イキリセッタ事件もあるよ小林。それはあるよな。あるよな。あるあるある。弱者女性鬼いきりセッタ事件の可能性も全然あんねん。あるあるある。ただもうそれは無理よな、消してこう。そんなもん当てれるわけないやから、うん、意地悪やもんそれやったら。え、そうちゅん子供頃からやったっけ。そうちゅんは俺が顔を見て勝手に言ってる。あそうか、そうちゅんは、そうちゅんは愛情の話しかしないか、うん、そうちゅんは絶対中2から吸ってる、間違いない。キイチロは高2の時先輩に勧められてるな多分。うん、ハイライトずっと吸ってて何十年も、はあはあはあ、最近メンソールに変えた。そんなやつおる？俺ら急にメンソールなんか変えへんやろ。まあまあそうか、うん、よっこいアイコスに行っとく？よっこいアイコスはな、こんな問題になるんかなって。そうやねんな、このメタ的な感じで。もアイスブラストもそんな感じもすんねんな。でバグ生まれたら確かに変えるよな、アイコス。アイコスに変えるが、そう、そうや、普通にそうしような。よっこいアイコスでしょ。そうし、よっこいはアイコスに変えました。アイコスに変えた。昔はセッタ吸ってましたけど、うん、子供が生まれたからアイコスに変えました。なるほど、うん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 。キイチロー、キイチロー、ソーチュン、ソーチュンセッタ、これでもまんますぎるか。いや、まんまは俺ラークよ。ラーク、ラーク顔、まんまラーク顔やと思う。じゃあラークでいくか。ただロングやねんな。でもいやでもキイチロロングいかん顔してるやん。キイチロロングいかんか。うん、この顔はロングいかへん顔やね。ロング量多いとか思ってそうじゃない、キイチロ、うん、いやそれはソーチュンが思うよ。
いやでもキイチロー背面の匂いもしてきたな。キイチロー背面の匂いもすんねんな。これは、壁綺麗やねんな。これ家やろ多分。家やな。家綺麗やねんな。でもあいこさん三つ空き家かこれ。三つ空き刑務所じゃないか。刑務所か。どれ行く？ちょっとキソーチュンラーク行くか。ソーチュンラーク。でもこうやで、じゃあこうか。ソーチュンラーク行くで。じゃあおじさんってラークス？ラークス。おじさんが。ちょっと待って、ソーチュン何歳？41で1日15本ロングやから15本か。え？長いから20本もいかんのか。ああ、はキイチロ何本捨てる？キイチロなんか20本捨てるよ。ああ、三つ明け最近歯が黄色くなってきたから。ええ？じゃあアイコスバイ。アイコス歯黄色ならんくない？変えたやろ。あ、そうか、うん、黄色ならんのかな。1日7本しか吸わんからか。5からならないから、うん、なるほどなるほど。え、じゃあ三つ明け背面か。三つ明け背面。三つ明け背面やな。三つ明けは背面、背面やな、うん、キイチロー、ソーチュンが背面やったら殺す。ソーチュン、キイチロー、チュンチュンでいく。チュンチュン、チュンチュンでいくか、うん、もうまんまやもんな。顔のまんまでいく。これでどうでしょうか。これでどうでしょう。正解が、はい、一人だけです。嘘、よっこいセッター。え、三つ明け背面、三つ明けアイコス顔やねんけど。正解誰や。まず正解聞くか。はい、誰が合ってますか。アイスブラストじゃない、違うか。ソーチュンラークなんで。ああ、やっぱソーチュンはラークなんや。やっぱりそうなんや。ソーチュン、じゃあやっぱロングやから一箱座れんねや。なるほどね。あと全部ちゃうねや。全部違う。ちょっと俺は思ったわ。じゃあちょっと行かしてくれこれ。うん、ソーチュンがラークロングか。これはそうね、これはそうね。三つ明けアイコスかな。で、俺が欲しいのはよ、俺が欲しい世界線は、うん、こういうのもあってほしいし、これやっぱ全部縦がしっくりくる。あ、でもこれは違うんか。キイチローセッター間違ってねえな。セッター間違ってるんか。キイチローアイコスなわけがないんやけどな。キイチローアイコスなんか否定できる要素あったよ。何？あ、お前ヒッピーやからやろ。あ、じゃない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 。何何？20本で29歳で大皿は灰皿がいっぱいあって嬉しい。そう、灰皿を喜んでるからや。そうかな。アイコスの人は、いや、タバコ灰皿は喜ばん。タバコ吸うとこがいっぱいあるってことやろ。ああ、うん、キイチロ。いや、三つ明絶対アイコスやって。三つ明アイコスはちょくれ。うん、これはいろんない。三つ明アイコスで、よっこいじゃない。で、俺これ一個、じゃあ弱者女性鬼いきりセブンスター事件、うんうん、これ一回ちょっと一回作ってみるわ、うんうんうん、こっちで。となるとキイチロが背面が浮かび上がってくるってことか。どうやろう。キイチローは背面か。いや、でもよっこい昔男セブンスターもあるから、そっちの道もあんねんな。あ、でもよっこい普通に見たらマルボロアイスブラストやな。マルボロアイスブラスト一つって言いそうやもん。よっこい、うん、よっこいがでもマルボロアイスブラスト吸ってんのは多分問題にもならんと思うねんな。でもソーチュンラークロングはそうやもんな。うん、これもうラークロングやな。ラークロングやもんな。あだ名やもん。ちょっとこれで一回、もう一回いいですか。正解いますか。一応ソーチュンを引いてください。はいはい。もうどうですか。正解が、はい、2人に増えました。おー、2人に増えた。ソーチュンを含め、ソーチュン含め。あ、じゃあ1人だけ当たったんや。1人だけ当たらんな。ちょっと、もうその人だけ教えてください。キイチロー背面。キイチロー背面。じゃあ、キイチロー背面か。ってことは、もう確定してる情報が。はい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 。弱者女性がアイコスやん。鬼切りじゃなくなったな。アイコスしかない。アイコス。アイスブラスト言ってた、はじめ。最初アイスブラスト言ってた。ちょっと待って、三つ明けマルボロアイスブラスト。っていうことになった。昔の男事件。うわあ、やっぱり昔の男や。この線もあったんや、やっぱり。そうか。弱者女性普通にアイコスか。
あ、普通にアイコスやもん、早いもんな。アイコスか、めちゃくちゃ女性は二十何倍言ってたから。ああ若いからや、ダラダラしちゃう時でもこれ一本したら動く。なるほどな、三つ秋マルボロアイスブラスト行ってんのか。はあ、確かにナイトクラブって言ってたもんな。あ、まあまあそうか。うん、まあパッと見三つ秋が一番嫌いですいやちょっと俺よっこい好感度上がったよ、昔の男のセブンスターな。ああ、総長はもう上がりも下がりませんからな。総長は総長やわ。はーい、キイチロまあ分からん。まあまあまあキイチロ背面いくか。ああ、なるほどなるほど。あ、おい、なんて面白いゲームやこれなんて面白いゲームなんやそうやねんな、絶対昔の男やねん。そうやねん、これなんて言うて募集してんこれ何、これこれ実際似てる人ですよね。実際似てる人が写真を撮ってだなんか俺らのこと好きとか書いてくれたから、撮ってきてたってこと、ほら大好きや言ってくれてるから、うん、あ、参加してくれたやろ、協力してくれたやな。タバコ吸う人で募集したってこと、うん、はい、パーフェクト目指しましょうですか。これちょっとおもろいですねこれ、いやこれだ、読めたもんな、これ、ここは言うてたもんな。でこれはまんまやし、そうやね、さすがに情報少なかったな。いやでもこんぐらいでやっぱちょっと深読みやな。全く予想つかない人いました。キイチローっすかね三つ秋もな、やっぱむずいっすね三つ秋でも。そうナイトクラブ情報そうあったやな、縮まめてくれたやん。ナイトクラブはまあまあこれか、まあまあ、でもアイコスの線も強かったんけどな。ああ、そうやね、弱者女性鬼切りセブンスターってよく書いてもだからな普通に考えたらよっこい、そうやな、昔の男セブンスターの方が強いもんな。そうやな、あでもマルボロアイスブラスト顔やね、うん、あ、顔も親がな、もうまんまマルボロアイスブラストみたいな顔してるからそこやねんな。総中だけは揺るがんな。総中はやっぱりもう安心の総中ラークロング、ラークロングの総中、ありがたいな。これちょっとぜひリベンジさせてください。さあ、うん、これすごい発見してさ。何がやん。大発見。何じゃやん。市民税あるやん。あるね、うんうん、あれを払わんで済む方法。マジで、うん、おい、発見してさ。合法、うん、合法、うん、まあ限りなく透明に近いグレー、うん、初めて、まあグレーなんやな。まあまあ、まあ、一応コーナーがついてる感じの。親は中さんで、親は中さんで大丈夫。教えてよ、うん、教えてよ。ガブガブ酒飲みたいな。ガブガブ飲みたいな。教えてちょうだい。ちょっとその前にごめん、あれよ。何がいる。ちょっと背中かいえ、うん、ちょっと気になって喋られた。早くかけよ、お前、うん、早くかけ。ちょっと届かんわ。え、うん、届かん。わし変えたらお前、どうせ向けよな、おい。いや、俺あんまそういう、男に触られるのとか、うん、どの面出てるの、おい。こんな機会やったら、女芸人と組んだやから。ガタガタ言うな、お前、おい、任せよ。な、あ、おい、じゃあ、こうするから、うん、お前、貝とかぶつけたら、ここに。お前の欲望の右手にぶつけてこいよ。わしの右手で気持ちになってんの、お前。お茶の右手に任せよ、やったるから、おい。なあ、入ったら、おい。あ、収まってきた。うん、喋れる。いける？いける。ちょっと教えてほしい。教えるわ。うん、まず、住所を、うん、他府県に移すのよ。他府県に移すのね。うん、引っ越さないから、住民票の住所だけ移すね。移すだけ。うん、うん、ほんで、同じ日のうちに、うん、また住所戻すね。すぐ、うん、うん。するとどうなるかっていうと、うん、ああ、あかん。おいおいかっこと言ってたやんけ、お前。何やねん、お前。無理や。どうせ喋られる。おい、書いてあるって、お前。え、なあ、ね、書いてあるから。そういう問題じゃない。何やねん。中入った。中入ったら何やねん。はい、かゆみが。中入った。中入った。心臓かゆみ。心臓かゆみ、お前。心房かゆみ。心房かゆみ。左心房は？左心房は壊死してるから。死んでんじゃん、おい。何やねん。じゃあ、俺ちょっと裏あったら、登山の方持ってきて、お前心臓ついてる。いや、死んでる。何やねん。もっと優しく、なんか、孫の手かなんかで、直接こう。そっちの方が死ぬかも、おい。こじって、そっちの方が死んでまうって、お前な。え、あかんって、お前。死んでまうか。うん。あ、俺、あれや。普段に今、無比置いてるから。無比なんか機械やろ、お前。ちょっと無比ガブ飲みしてくれ。それ一番死ぬ、お前。どうも、金属バットです。お願いします。どうも、金属バットです。お願いします。ね、さあ、うん、
この前さ、うん、自分の人形を作ってん。え？等身大のやつ。え？でそれをラジコンにして走らして遊んでたんよ。ほんなら俺のラジコン途中で操作効かんくなってさ、走ってどっか行ってもうたんよ。は？最近街で俺見てない？ちょっと待って、何言ってんのお前。自分の等身大のラジコン作ったん？うん。何それ、なんでそんなん作ったん？俺ラジコン作るの好きやねん。あ、そうなん？うん。でスピード追求してたらさ、はあ、俺の形がベストやったんや。絶対ちゃうでお前。ほんまどうやないかお前みたいな。もう見てない？街で俺みたいなやつ。お前みたいなやつ探してんねんけど。見たわ。見た？うん。なんかね、うん、パン屋の壁にバン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 ぶつかってるお前見てるけど、あれお前のラジコンちゃうんけ？パン屋さんの壁？うん。それは俺やな。ガチもんだお前。本人やわ。何してたお前。なんかやたらいい匂いする施設あるな思ってさ。施設って言ってんのパン屋のこと。匂い嗅いでただけなんやけど。中入って食ったんやのにきしょいなお前。見てない街で。俺あれやねん、俺のラジコンあれやねん。何？漆塗りやねん。漆塗り真っ黒のやつ。やった、見たわ。見た見た、漆塗りのお前やったら見たわ。見た。うん。どこで？ネットオークション出たわ。売られてんのお前。え？仏壇仏コーナー出たよ。仏になってんの？仏になってないけどね。てかお前普段仏壇仏具のページ見てんねん。見てるな。あのページな、金ピカの方めっちゃ安いからめっちゃおもろいの。あ、そう。嘘ないわお前。おい、振り返さんとあんた。あ、そう、うん、もうええよ。なんでやねん。仏になってんやろ。うん、ほんなんもうええわ。なんでや。仏だけにほっとけ言うて。うえ。ホットケーキ。うらっしゃ。どうも、こんばんは。ねえ、あれっすよ。さあ、うん、毎日毎日さ、はい、400円払ってさ、はあ、やってられんやん。タバコかな？かなんな、あれは。もう、来る日も来る日も400円払ってさ。まあまあ、しゃあないからな。プリクラ取るわけやんか。え？おい、え？金なんぼあっても、え？プリクラ？やってられんやん。プリクラ取ってんのお前。プリクラ取るやんか。誰と？いや、一人でよ。一人で取ってんの？俺、プリ友おらんしさ。プリ友ってなんやねん。だからもう金なんぼあっても足らんからさ。なんでええのお前は。もういっそのことさ、うん、俺プリクラの本体こうたったんや。こうたお前。おい、めちゃめちゃ高いであれ。めっちゃ高かったよ。新車のセルシオぐらいすんねんでお前。セルシオぐらいした。セルシオこうたええのにお前。いやでもそんな毎日400円払うこと考えたらさ、うん、もうこうたは安いな思ってさ。取らんでええねんお前プリクラなんか。だから俺今家にプリクラ置いてんのよ。置いてんのお前。おい、よう入ったなあんなでかいもん。めっちゃでかかったよ。ワンルームマンションやろお前、うん、ハイエースぐらいねんであれ。めっちゃでかかった。よう入ったね。お前車好きやな。みんな好きやろ。うん、もうギチギチや家。ギチギチなんや。すっぽり入ってさ、ほう、もう俺今家プリクラなってん。家プリクラなの？え？もはや。もはや？プリクラ住んでんの？プリクラ住んでんの？どうなってんの家？いや玄関開けるやん。開けまんな。ほなあのプリクラのカーテンあんのよ。もうあんねや。もう。で撮影スペースや。撮影スペースで。で奥のカーテン開けたら、うん、もうお風呂。お風呂ね。うん、以上？以上？おい、お台所は？お台所はね、あってん。あったって何？もう行かれへんねん。埋まってんの？埋まってんねん。押し入れは？もう、確かに存在した。埋まってんのそれも。埋まって持てる。落書きスペースは？落書きスペースはね、こうやったらギリギリいけんけど。ギリいけんねや、うん。ただシール排出口には行かれへん。何のために撮ってんのかおい。何のために撮ってんの？でもプリクラ撮りまくってたら、うん、溢れてきて拾える時がある。そんなんちゃうねん、プリクラ。いつぞやのプリクラが出てくるとガチャガチャあらへんねんで、お前。でもあかんね。何がいいな。プリクラなんか家置いたらあかんわ。飽きまへんでな、あんなもん。うん、もう取りまくってま。そういうことはおまへんねん、あんた。あんたもう。やったそういうことはおまへんねや、もう。俺、50枚ぐらい取ってんちゃうかな。1日で？いや、1時間で。取りすぎやって、お前。おい。パラパラ漫画やんけ、そんなもん。だからもう、電気代もさ、バカならんのよ。バカならんやろ、お前。あれ、やっかましいし、ピカピカ光るし、あれ、ちっちゃいドンキホーテやで、あんなもん。電気代をさ、日割り計算したんよ。じゃあどうも1日あたりさ、500円かかってる。高なってるやん、おい。毎日毎日さ、おい、500円払ってやで。おい、プリクラ取るやん。ゲーセン行けお前、おい。やってられんからさ、う俺もういっそのことを風呂場改造して発電所にしちゃったんよ。どうなってんのお前んち、おい。え、風呂どうなってんの？風呂？俺んちの風呂今火力発電所になってる。火力発電所になってんの？これでね、電気代がゼロになったんや。嘘つけお前。いやほんまに。嘘やろ。火力発電ってお前何、燃料代めっちゃかかるって聞いたで俺。いや燃料は陽さんあるからさ。何？取ったプリクラ全部燃やしてるから、ね。何のために取ってんのお前。おい。プリクラ燃やして電気にして、で電気でプリクラ取って、ほんでまたそれで燃料作って、ほんでまた電気にして、プリクラ取って。ちょ、またんごお前、おい。ん？永久期間じゃん。俺永遠のエネルギーって見る。
だ、燃やすやろ、うん、発電して、うん、え、じゃ、あ、ちょ、待って、え、何のためにプリクラ撮ってんの。いや、だから聞いてた、うん、燃料を作るためやつ。違うやろ、お前。お前、楽しくプリクラ撮りたいから買うたんやろ、お前。お前、俺楽しくプリクラ撮りたいから買うたんやろ。なあ、お前、火力発電所のおっちゃんやけど、そんなもん。お前、俺、発電所就職した思ってた。ちゃうで、お前。プリクラ巻き発生装置ちゃうねんで、お前。俺、巻き発生装置って呼んでた。言うてた、お前、うん。ちゃうで、お前。ちゃうんか。しかもあれやで、お前、永久期間ちゃうわ。え、永久期間ちゃうって、お前、プリクラの紙凍ってるやろ。お前、俺、プリクラの紙発注してる。発注して持てるやろ。永久期間ちゃうねんて。あかんわ。あ、しかもあれやで、お前。え、お前んち賃貸やろ。お前、賃貸や。お前、風呂ぶっ壊して持てるやんけ。賃貸のに風呂ぶっ壊して持た。チーン。おおきに。あれ金属ナイスです。こんばんは。金属バットです。金属バットです。金属バットです。同じ絵づらいね、あんた。ねえ、うん、ねえ、僕ら金属バット言いましてね。はい。大阪から来たんすわ。大阪からね。ねえ、僕ら二人とも大阪でね。来ました。大阪言うたらね、有名なもんがありまして。有名なもん。はい。大阪言うたら、紅茶と貴婦人の街でして、ねえ。ちょっとね。何？嘘ついたあかんわ。何がやねん、お前。自己紹介で。何がやねんな。大阪が、紅茶と貴婦人、うん、ちゃうよ。何？ハープとティアラの街です。そうなんです。すいませんね。大阪ハープとティアラの街ですね。そっから来ましてね。で、ガス溶接得意な方が小林で、アーク溶接得意な方が友安ですね。見たらわかると思いますけど。見たらわかりますかね。わかりますかね。わかるでしょ。わかったかな。大丈夫でしょ。わかってるね。大丈夫、大丈夫。ね、まあ僕らそんなね、うん、漫才師なんですよ。そうなんですよ。うん。僕ら、This is 漫才師です。This is 漫才師。お、いいね。うん。That is 漫才師。That is。うん。違うんちゃうか？フーイズ漫才師。フーイズ。うん。なんか横文字が似合えへんのちゃうか？うん。これぞ漫才師。なんかな、漫才師のご両人。ご両人です、僕ら。漫才師のご両人ですか。ご両人でやらせてもらってて。こんばんは。漫才師ってね、うん、もう立ち仕事やんか。ざっくり言うとね、うん、めちゃめちゃざっくり言うたせやね。もう立ち仕事のさ、うん、接客業やん。むちゃめちゃざっくり言うたな。うん。省き倒したらそうやな。つい仕事やん。めちゃめちゃ楽やで。え？めっちゃ楽よ。いやもうだってずっと立ってるからさ。こんな楽な仕事ないで、お前。ある？え？見た俺の仕事量今日の。何何？歩いてきただけやで、そこ。あ、そう。信じられん距離で。こんな短い距離。この距離だけ。ちょろっきゅうで、あんな距離。めちゃめちゃちょろい距離歩いてきたの。すごい、しんどいよ。しんどいか、お前。いや、俺それに比べてさ、はあ、コント師どもはさ、おい。あいつらさ、おいおい、すぐなんか椅子持ってきて座るやろ。休めようちゃうねん、あれ。舐めとんで、あれ。おい。むちゃくちゃやん。どうしたお前、おい。しかもコントってさ、最悪コント睡眠って言ったら寝れんねん。受けへんけどな。一つも受けへんけどさ、ありえへんやん。どうしてお前、おい。ずっと楽しとんねん。おい。楽から生まれる笑いなんかないの。どう尖ってんのお前、おい。なんやねん、あれ。お前、え？コント師ってめちゃめちゃ大変やで。大変か？めっちゃ大変よ。そう？あれコント師ってお前飛んだり、跳ねたり、ラジバンだり、いろいろせなあかんねんで、お前。もう、そうなん？めっちゃ大変やで。いろいろせなあかんの。そうよ。まあまあ、じゃあコント師はさ、100歩譲って許すねんけど。うん、偉そうやの。問題はよ、うん、あの落語家どもよ。おい、おい、お前、おい、おい。あかんやろ、あれ。おい。あ、出てきてさ、お客さんの前でさ、お金払ってんねんで。なんかいきなり座ってさ、おいおい。大昔に誰かがやったネタやるやろ。おい、お前、おい。あれ？おい。舐めすぎやろ、あれ。ちょっと。え？小林。何？ちょっと、お前。どうしたお前。どうした？こっちのセリフやで。お前は。どうした？え？落語家は、うん。舐めとんの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 ってやっぱ。3桁年前のネタしてるからな。何百年やってんねん、お前。どんだけ濃すんねん、お前。もう。丸なってるよ、お前。そうや、丸やで。玉やろ、あんなもん。玉見せてるだけやろ。玉見せるだけあんなもん。なあ、あれ。なんや、ネタの途中、熱なったか知らんけどさ、うん、ジャンバー脱ぐやろ、あいつら。お前、落語家のアウターのことジャンバー。アウターって言ってんの、お前。ちゃうよ。なあ、あれ、暑いんやったら来てくれよな、あんな。そうや。視野で、ほんまに。で、暑いからすぐあれやろ。なんや。うちわで会うやろ。会うよね、あれ。むちゃむちゃしょんで、あいつらは。いや、でもさ、俺はもうこうやってさ、ずっと漫才続けてたらさ、うん、もう足腰弱すと思うよ。大丈夫やって。いや、もう立ってられんくなると思うねん。いけるって、お前。いや、今はまだ若いからいけんねん。30代けどな、俺ら。うん、もっと年取ってさ、50、60になってきたらさ、もう立ってられへんよ。大丈夫やって、お前。え？知ってるか、お前。何？いとこい先生。いとこい先生？いとしこい先生。あの人らもう死ぬ間際前ネタしてあってんで。あ、そうそうよ、最後なんかお前、楽屋、何、二丁のピストル入ってきたん思って。腰曲がりすぎて。そうなの？二丁拳銃入ってきたもん。マイクの前行ったらバチーってなる。バチーなのかあれ。めちゃめちゃかっこいい。すごいな。めちゃめちゃかっこいいあの人だ。そうよ。いやでもさ、もう今のうちにさ、うん、もう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ。いや、お前な、うん、そういや、落語ってな、うん、楽じゃないねん。楽じゃないのあれ。あ、知ってるかお前。うん？蕎麦食わんといかんねん。いや、蕎麦ぐらい食うたらええやん。できんのかお前。誰でもできる。やってみよ、ほら。うん。ほら。おい。簡単やん、こんなん。見てみよ、お前。
マックシェイク飲んでる音やんけそれ。おい。マックシェイクの音やそれ。マックシェイクの音してる。江戸にマックシェイクがあるかいってバーン殴られんのもん。一番痛いとこ殴られん。一番痛い。正中線。正中線どん突きよお前。マジ痛いもんね。それは嫌やな。せやで。そうか。でもあれよ。え？正座しちゃんといかんねん。いやあれ正座してんのあれ。何や思ってお前。掘りごたつじゃない。えぐれてないねんか。あそう。師匠足ブラブラしてるの見たことあるお前。あちょっと楽してんや思ってた。めっちゃ座らなあかんのよ。正座してはんのか。お前師匠の要求バチッと答えなあかんで。要求答えなあかん。うん。師匠と歩いてて。うん。おい。うん。おいハゲノスケ。うん。ハゲノスケお前おい。ハゲノスケっていうのは俺でんやな。お前な。そうやな。これや。え？これ。なんすか？これや。あプリクラですか？小顔ピースちゃうのお前おい。こんなおもろい師匠おらんのお前。え？ハゲノスケあと5秒や早く。小顔ピースせなっておらんの。おいじゃない。一生ついてくわそんな人。違うんだせやで何タバコタバコやタバコタバコやあ、そっかあるよ街歩いててもんおいハゲノスケお前え軍閥の樽やないけおい軍閥の樽お前ごっくんボディやおい下品な言葉おいおい言葉を仕事にしてる人とは思われへんおいハゲノスケ早く早くなんすかタマスダレやタマスダレ何にすんすかタマナンパやんけお前タマスダレってナンパすんすかナンパ道具やろあれナンパ道具どうやってすんの女の好きなもん作んねやろあれああそうかあれでタピオカとか作ったらエグザイルとか作ったら一撃やろ一撃釣れんのかバカもんやでお前えバカもんバカもバーンやで正中線五段突きやドン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 正中線死んでまうのそれは嫌やな大変よ落語家落語家きついんか3桁年前のネタで受けなあかんからなそもそもそうか昔のネタで受けなあかんの無理やん俺らめちゃめちゃすごいやからそれはきついなせやでじゃあまあ漫才師でいいんかな漫才師やっぱりでも俺などうしても座りたいんよ何やねんお前もう楽したってなんじゃこいつはでもあれでよかなんでか座り漫才日本一決定戦のほうザ漫才出ましょうかお後よろしいんちゃいまっかのありがとうございますこんにちは。こんにちは。あねえ。ねえ。いやいや。俺さ、うん。究極のチャーハンを完成させたんよ。おい。おう。究極のチャーハンそうよ。おい。え？お前見てわかると思うけど、うん。俺チャーハンバリバリ好きなんよ。あ、そうか。見てわからんねんけどな。ちょっと教えてくれよ。教えようか。どんなもんやねん。ああ、教えるわ。頼むわ。今日は、舞踏会。舞台は、フライパン。本日の主役は、おい。キラキラに輝く宝石のようなお米たち。おい、お前ラリってんのかお前おい。え？何言ってんの？俺あれやで。何？究極のチャーハンっていうポエム作って。おいポエムけお前おい。いらんのやポエムなんか。いらんの。わしレシピ聞けろ思ったのに。レシピやポエム聞いてたら出てくるよ。なんでポエムなんか聞かなあかんねん。いや俺ポエムでしか言葉伝えることできへんねんな。おい調子乗んなよハゲお前おい。まあ、ハゲてねえから写経せよお前みたいなやつは写経せなかああ聞いてたら出てくんの聞いといてああ分かったほなここはチャーハン王が統治するチャーハン王国何それ度重なる圧政の末民衆の不満は募り徐々に民主化の波が押し寄せていた重い設定そこで悪魔司祭米炒めてうすさん長なりそうやなちょっと長なりそうやなそんな長ならんよこれ尺どんぐらい全8章ぐらいかああ章の尺なんかあやふややねんちょっと分からんねやあそうちょ分かりやすいさ、うん、原稿用紙で言うてよ原稿用紙だと2キロか重さが距離あ長さが余計分からんわ私原稿用紙なんか並べたもんないからそうなのああちょっと堪忍かちゃっちゃか火かけてくれへん火かけんのああ火かけましてあ謎かけちゃうねん謎かけなんか振るかいなあんた今日浅草の余生ないんやからああ分かった俺謎かけなんかできへんからさせやろ急に振られてもう頭が真っ白に燃え尽きかけたわ火だけにねずっちですおいねずっちですんなおらしてたうん謎なんか解かんでええねんお前あそうかそうよお前今謎解かんと卵解かなかもんなチャーハンレシピ言えよはよおい、ダラダラすんな、お前。盛り上がってもって。原稿用紙2キロあんのやろ、これ。ちゃっちゃかレシピのとこ言って。レシピ。うん。お米がパラパラと炒まってきたら、ほう。ここで、バターを投入。いえ、バターなんか入れまんねんな。ういー、バターなんか入れまんねんな。おい、なんや、喧嘩か。受け取ってんのか。と言ったあなたの、なんや。今日の運勢は、占い絶好調。ヤッピー。続いてのお便りです。ラジオなの片岡ヘッドコーチこんにちは誰やお前私は今二塁にいますおい集中せよほなおい走るべきおいおい何やここお前何のラジオやんポエムの続きやんどこがやのお前変なコーチ出てくるしお前原稿紙400字が2キロあんのやろそうやでちゃっちゃか言ってちゃっちゃか飛ばしてちょうだい飛ばそうかレシンとか言ってバターがとろーりと溶けてきたら、うん、とろーりといえば
ゴロリ。あ、もうええて。おい。作って遊ぼうの神回といえば？ないわ。あれ全部一緒やねん、やってること。川の下にガス管を通してライフラインを作るお話。おい、神回やな、お前。すごかったのか。二人で？二人よ。行政やん。いや、お前。どうやって？ゴロリがキャドで図面引いて。あいつキャドできんねや。ワクワクさんがハサミ一本で地面掘り抜いて。腕どないなってんの？めっちゃかっこいい。腕パンパンやお前。すごいかやん、腕。どないなってんねお前。すごいよ。ちょっとそれはちょっと面白そうすぎるから。ちょっと今度 DVD 焼いてくれよ。わしはちょっとレシピを聞いたんや今日。レシピ？そうよ、頼むやん。あんたまだバターしか入ってんねんから。マジで？そうよあんた。あ、そうか。完成させてちょうだい。オッケーオッケー。バターがとろーりと溶けてきたら、うん。いよいよ仕上げ。え？少し。寂しい。おい。物語が終わってしまうのだから。でも大丈夫。心を痛めないで。だって、チャーハンは、心を痛めるものではなく、お米を痛めるものなのだから。バターライスやないか、もう。よいしょ、よいしょ。ね。どうもバットナイスです。こんばんは。金属バットです。金属、金属バットです。同じ辛いねあんたね、うん、ね僕ら金属バット言いましてね、はい大阪から来たんすわ。大阪からね。ね僕ら2人とも大阪でね、うん、来まして、大阪言うたらね、うん、有名なもんがありまして。有名なもん。大阪言うたら紅茶と貴婦人の街でして、ねちょっとね。何？嘘ついたあかんわ。何がやねんお前。自己紹介で。何がやねんな。大阪が紅茶と貴婦人、うん、ちゃうよ。何？ハープとティアラの街。そうなんです。すいませんね。大阪のハープとティアラの街ですね。そこから来ましてね。で、ガス溶接得意な方が小林で、アーク溶接得意な方が友達ですね。見たら分かると思いますけど。見たら分かりますかね。分かりますかね。分かるでしょ。分かったかな。大丈夫でしょ。分かってるね。大丈夫、大丈夫。はい、ね。まあ、僕らそんなね、うん、漫才師なんですよ。そうなんですよ。うん。僕ら、This is 漫才師です。This is.漫才師、うん、お、いいね。ザットイズ漫才師。ザットイズ。違うんちゃうか？フーイズ漫才師。フーイズ、うん。なんか横文字が似合えへんのちゃうか？これぞ漫才師。なんかな、漫才師の五両人。五両人です僕ら、漫才師の五両人ですわ。五両人で話持ってて。こんばんは。漫才師ってね、うん、立ち仕事やんか。ざっくり言うとね、めちゃめちゃざっくり言うたせやね。もう立ち仕事のさ、接客業やん。むちゃむちゃざっくり言うたな。うん。省き倒したらそうやな。きっつい仕事やん。めちゃめちゃ楽やで。え？めっちゃ楽よ。いやもうだってずっと立ってるからさ。こんな楽な仕事ないでお前。あるね。見た俺の仕事量今日の。何何。歩いてきただけやでそこ。そう信じられん距離。こんな短い距離。この距離だけ。ちょろきゅうであんな距離。めちゃめちゃちょろい距離歩いてる。しんどいしんどいよ。しんどいかお前。いや俺それに比べてさ、はあ、コント師どもはさ、おい。あいつらさ、おいおい、すぐなんか椅子持ってきて座るやろ。休めようちゃうねん。なめとんだあれ。おい。むちゃくちゃやん。どうしたお前おい。しかもコントってさ、最悪コント睡眠って言ったら寝れんねん。受けへんけどな。一つも受けへんけどさ。ありえへんやん。どうしてお前おい。ずっと楽しとんねん。おい。楽から生まれる笑いなんかないの。どう尖ってんのお前おい。なんやなお前。え？コント師ってめちゃめちゃ大変やで。大変か？めっちゃ大変よ。そう？あれコント師ってお前飛んだり跳ねたりラジバンだりいろいろせなあかんねんでお前。もうそうなん。めっちゃ大変やで。いろいろせなあかんの。そうよ。まあまあじゃあコント師はさ、100歩譲って許すねんけど。偉そうやの。問題はよ。うん。あの落語家どもよ。おいおいお前おいおい。あかんやろあれ。おい。あ出てきてさ、お客さんの前でさ、お金払ってんねんで。なんかいきなり座ってさ、おいおい。大昔に誰かがやったネタやるやろ。おいお前おい。あれ？おい。舐めすぎやろあれ。ちょっと。え？小林。何？ちょっとお前。どうしたお前。どうした？こっちのセリフやで。お前は。どうした？え？落語家は。舐めとんの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 ってやっぱ。3桁年前のネタしとるからな。何百年やってんねん、お前。どんだけこすんねん、お前。もう。丸なってるよ、お前。そうや、丸やで。玉やろ、あんなもん。玉見せてるだけだよ。玉見せるだけあんなもん。なんや、ネタの途中、熱なったか知らんけどさ、ジャンバー脱ぐやろ、あいつら。お前、落語家のアウターのこと、ジャンバー。アウターって言ってんの、お前。
ちゃうよなあ、あれ暑いやったら来てくれよな、あんな視野でほんまに暑いからすぐあれやろ、なんやうちわで会うやろ、会うよね、あれむちゃむちゃしょんであいつらは。いやでもさ、俺はもうこうやってさ、ずっと漫才続けてたらさ、もう足腰弱すと思うよ。大丈夫やって。いやもう立ってられんくなると思うね。いけるってお前。いや今はまだ若いからいけんねん。30代やけどな俺ら、もっと年取ってさ50、60になってきたらさ、もう立ってられへんよ。大丈夫やってお前。え知ってるかお前。何糸恋先生。糸恋先生、糸し恋先生、あの人らもう死ぬ間際前ネタしてはってんで。あそうそうよ。最後なんかお前楽屋何二丁のピストル入ってきたん思って腰曲がりすぎて。こんなん二丁拳銃入ってきたもん。マイクの前行ったらバチンってなる。バチンなのかあれ。めちゃめちゃかっこいい。すごいな。めちゃめちゃかっこいいあの人だ。そうよ。いやでもさ、もう今のうちにさ、もう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ。いやお前な、そういや落語ってな、楽じゃないねん。楽じゃないのあれ。あ知ってるかお前、そば食わんといかんねん。いやそばぐらい食ったらええやん。できんのかお前。誰でもできる。やってみようかな。ほらおい簡単やもんな。見てみよお前、マックシェイク飲んでもてんけそれ。おいマックシェイクの音やそれ。マックシェイクの音してる。江戸にマックシェイクがあるかってバーンなくないんだもん。マジで一番痛いとこなくなる。一番痛い。ああ正中線で正中線どんずっとバチッいかんのお前。それは嫌やな。やでそうか。でもあれよ、え正座しやんといかんねん。いやあれ正座してんのあれ。何や思ってお前。掘りごたつでないえぐれてないねんか。あそう師匠足ブラブラしてるの見たことあるお前。ずっと楽してんや思ってめっちゃ座らなあかんねん。正座してはんのか。でお前師匠の要求バチッと答えなあかんで。要求答えなあかん。ああ師匠と歩いてて、おい、おいハゲノスケ、ハゲノスケお前、おい、ハゲノスケっていうのは俺でええんやな、お前、そうやな、これや、え、俺、なんすか、俺や、あ、プリクラですか、コラオピースちゃんのお前、おい、そんなおもろい師匠おらんねお前、え、ハゲノスケ、あと5秒や、早く、コラオピースせな、おらんねん、おいじゃない、一生ついてくるそんな人、違うの、せやで、何、タバコ、タバコや、タバコ、タバコや、あとあれよ、街歩いてても、うん、おい、ハゲノスケお前。え軍閥の樽やないけおい。軍閥の樽お前ごっくんばでいいやおい。下品な言葉。おい。言葉を仕事にしてる人とは思われへん。えハゲノスケ早く。早く。何すか玉すだれや。玉すだれ、何にすんすか玉。ナンパやんけお前。玉すだれってナンパすんすか。ナンパ道具やろあれ。ナンパ道具どうやってすんの女のスキャンも作んねやろあれ。ああ、そうか。あれでタピオカとか作ったら。いやー、エグザイルとか作ったら一撃やろ。一撃釣れんのか。バカもんやでお前。えバカもバカもバーンやで、まあ、正中線、あ五段抜きはドン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 正中線死んでまうぞ。それは嫌やな。大変よ落語家、落語家きついんか。3桁年前のネタで受けなあかんからなそもそもそうか、昔のネタで受けなあかんから無理やろ俺ら。めちゃめちゃすごいんかな。それはきついな。せやで。じゃあまあ漫才師でいいんかな。漫才師はやっぱり。でも俺などうしても座りたいんよ。なんやねお前、もう楽したって。なんじゃこいつは。でもあれでよか。なんでか座り漫才日本一決定戦のほうザ漫才出ましょうか。あとよろしいんちゃいまくの。ありがとうございます。どうも金属バットです。お願いします。こんにちは。さあ、いいよ俺らさ、うん、もうどっからどう見ても漫才師やん。漫才師よ。この見た目は漫才師がありえんからね。もう何の色もないやん。ああ漫才師ですわ。何の色もないっすよ。漫才師ってさ、うん、立ち仕事やん。まあ、ざっくり言うとね、いつも職場で立ってるからね、うん、俺ら。もう立ち仕事の接客業やんか。ちょっとざっくり言いすぎやなお前、飲食のホールやなんやからわしら。いやもうきっつい仕事やんこれ。めちゃめちゃ楽よこれ。いやもう腰言わしまえんこんなん。言わすかい。いやそれに比べてさ、コント師どもはさ、えあいつらすぐ舞台に椅子持ってきて座りよるやろ。休めよちゃうであれお前。でコント師って最悪さ、はあ、コント睡眠って言うたら寝てええんやん。受けへんけどなお前。おい寝たかって誰が笑うねんなお前。あれ楽しとんねあいつら。楽してへんよお前。楽から生まれる笑いはないのにさ。変な尖り方してるんけお前。おい楽してんね。楽してへんねお前。してるよ。コント師さんって大変よ。そうあの人ね、おっきい荷物持ってお前走り回らんといかんねんから。そうよ。運送業やん。ざっくり言うなってお前。それはきついな。大変よわしらに要請すごい仕事よあれは。いやまあコント師はまあわかるわ。うん問題はよ。何がいな。あの落語家どもおいお前。おい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 、あいつらさ舞台出てきてさ お客さん金払ってんやで。おそこにベーン座ってさ。おいちょっとお前、おい大昔に誰かが作ったネタやろ。おいちょお前、おいちょ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 お前、おいおいお前、おい蹴ったのか。おい蹴んなお前。おいお前な、落語家はな、あれちょっと舐めとんな。あれはちょっと舐めてんな。舐めてんな。そうやね。
結局なめてなあ、あの座んのは構えへんねや。あ、そう。あ、せやかてな、ネタ中さ熱なったか知らんけど、うん、急にジャンバー脱ぐやろあの人ら。落語家のアウターのことジャンバー言うの。アウター言うてんのかいなお前。熱いんやったら来てくないよなあんなもん。あれ楽しとんねんあいつ。楽はなしてへんねんで。楽から生まれる笑いはないのに。やめよお前もそれ。そのとがり方言わないぞお前。落語家さんは楽なんかしてへんねん。楽やあんな。してへんよお前。だって落語家ってさ、うん、座って喋るだけやで。ざっくり言うなって。あのテレアポや。テレアポ言うなお前おい。それに比べてお前俺ら漫才師はさ、ああ立ち続けなかね。あの基本立ちですからね。仕事内容がもう縄文杉と一緒。何と一緒にしてんねんお前おい。一緒全然ちゃうわお前。縄文杉知ってる？何？あいつあれやで、うん、4桁年生きて、うん、ボケゼロやなあいつ。いやいやボケあるわあいつ。ないわお前。何年生きてんねんってボケあんねん。ボケちゃうねんあれあれ。おもろいから嘆きしてんちゃうねんお前。そうよあんた。いやきつさは一緒やって。全然ちゃうよお前。だって漫才師ってさ、はあ、腰曲がったらでけへんねんで。できんねやお前。いやこれどうやってさこれで。お前知らんのんけおい。え？お前糸恋先生知らんのんけ。糸師恋師匠？知ってるっしょ。知ってるよ。あの人お前後半腰ベコレ倒してお前2丁のピストルみたいになってんねお前。師匠をピストルに例えんなお前。犯人な。あれはバールや。釘抜きみたいに言うなお前もう。ちゃうがなあない腰ベコったかってお前。漫才師爆笑取れんねん。息長い仕事よ。いや俺もう腰は曲がりたくないんよ。かまへんがな曲がったかって。だからさもう完全に腰曲がりきる前にさ、はあ、もう漫才師なんかやめてもうてさ。え？ジャンバー着てテレアポする仕事しようでもざっくり言うなってお前。落語家さんって言えよお前。落語家そうよないのお前ジャンバー着てテレアポするって、うん、青空テレアポやなかんなもんお前。青空テレアポってない。ええからそれは構えへんがな。ええねんええねんお前。何そうよお前であれよ落語ってバリムズンよ。え簡単やんな。おできんのかいな。誰でもできる。おもろいなお前。ほなそば食うてみんや。そばぐらい食うたんやろ。やるやるお前。ほら見てみよお前シェイク飲んでろてやないか。シェイク飲んでろてお前。江戸にシェイクがあるかって画面バチンいかねんだよあんた。顔だけはいかれたくない。顔だけ顔面でしょ。俺は顔だけで勝負してるからな。そうだよ、うん、僕たちってワーキャー系漫才師なんだもんね、うん、まあワーキャッチのは悲鳴の方でっけどな。青空テレアポテな。かまへんがなそれは。映画な。わしの傷口で遊ぶなお前。何やったあれ。で大変よお前ラゴさんってあれ座ってる言うたかて、うん、あの人ら正座よ。あ正座してんのあれ。上何してる思ったん。掘りごたつや思ってた。床えぐれてないねお前。そうよ。あそう。あでお前あれよラゴカさんって、うん、あれ大昔に誰かが作ったアリネタで、うん、大爆笑取らなかんねん。大爆笑取らなかんねん。そうよ。いやお笑い芸人やないんやから。お笑い芸人なんじゃあれが。おいお笑い芸人しそうじゃあれが。そうなそうよお前何や思っててん。日本の宝やと思ってた。遅いぞ今さら。おいそつけお前。マジで思ってた。お前テレアポイ打てないでお前。いやこれほんまマジで思ってた。嘘つけってお前。おいすごい崇高な仕事やねんわしらには容赦んよ。そうか。ああじゃあやっぱ漫才師の方がええか。漫才師この世で一番楽よ。でも俺どうしても座りたいよな。あんた漫才師は立ち仕事座ることはできまへんで。ほなこうしまひょ。おいなんでか。今後は漫才に腰を据えることにいたします。ういうい終わってよろしいんちゃいますかの。ちょウェイウェイ言うなって。ずっとウェイウェイ言うじゃん。なんかマジで関って学生時代ずっとこの二人みたいな人にカツアゲされてた。マジでずっとカツアゲされてた。因縁なんだ今日はね。ジッポ持ってない。おい返せ俺のニジマスのジッポ。ニジマスのジッポということでね、田山さんいかがでございましたか。まずは先行を終わらせていただきました。ちょっと見ねってるんでしょうけども、タイプが違いすぎるというか、はいはいはい、ここ結構一番真逆なんじゃないかっていうぐらいの。ジャンルが違う。核爆弾対佐田まさしみたいな。ジャンルが違う。全く違う。そんな違う。誰が佐田まさしやねん。そっちやねん。ベタなことまで。尖ってるからね。ベタなことまでできる。最後、あれ6分過ぎてまで言いたかったことなんですよ。おかしい。どうして？これやだよ。星マークついてる。いやそうなんだ。また滝浦のこと申し訳ないけど、滝浦は最新のツイートで、うん、俺たちの漫才はジャズだって言ってた。そうだ。かっこいいな。そうそう。なんかあのジャズ側の人間がちょっと怒ってるみたいな。どこまで燃やすの？お笑い界でジャズ側の人間が。ジャズ側にひどいですよね。最高ですけどね。さあね、対する金属バットはいかがでしょう？いやほんまに間近で見たらほんまに足綺麗なんですよ。恥ずかしいよ。恥ずかしいよ足。ねえほんま食い頃の死者棒みたいな。いつだ食い頃の死者棒って。恥ずかしい。映すな足。足映すな。めっちゃ映ってる。見て見てめっちゃ映ってる。恥ずかしい。美脚美脚美脚でございます。太ったから毛穴が広がってるだけだこれは。痩せたら来い。
さあね、もう2組ともかかってますからね。じゃあ行きましょうかね、はい、トーナメントの結果発表いっちゃってよろしいですか。お願いします。いいですか。もういっちゃうの。もう出てんすもんね、だってね。もちろんもちろん、はい、らないから。あと言うか言わないか、一旦帰ります。いったん帰っていいよ、もう一旦最終号いいですから。さあまずは参りましょう。はい、なんかごちゃごちゃやってんな。おい、話よ。おかしい、うん、なんか最初と合わないね。そう、妙ですね。様子がおかしい。金属バットはやっぱ怖いじゃん、やっぱりなんか怖いとは言うね。そうそう、一キップリンね、一キップリン俺の一個あの後輩なんだけど、はい、あいつおもんないなって言われてたからちょっと待って。俺も言われたらどうしよう。ジョークでんかな。じゃあちょっと発表の方ね。はい、参りましょう。うわ、来た。さあまずは参りましょう。先行タイムマシーン3号の得点です。お願いします。どっからどっから1点の方。1点から頼む。点ゼロでいけ。何だ。2人。2点が27人。ここいる、ね、そして3点が71人ということで、合計は269点。どうなの、高いんじゃないですかこれ。あ、そうなのかな。いやでもね、昨日の結果とか見てますともっと上の人もいるから、ちょっとわかんない。1キップリンだいぶ高いんで。あ、しゅー、やったぜ。やったぜ。しゅーってね。はい、もう今日のお客さんお客さんでというね感じでございますので、はい、さあ、まあ、トップバッターっていうのもね、まあ、そうですね、うん、まあでも一応1キップリンがトップバッターか。なんか俺たちも慰めじゃねえか。慰めのことないじゃねえか。締めっぽいな。なあ、いや、わかんないです。大変な勝負ですからね。そうでございます。そうだよね。さあ参りましょう。タイムマシーン3号の269点を超えるのか。続いては高校金属バットの得点です。1点が0人。すごい、これはすごい。2点が25人。3点が75人ということで、合計は275点。さあということで269点対275点となり、金属バットザ・フィンランドグランプリファイナル進出です。やったー。やったー。すげー。やったー。ということでございましてですね、僅差っすよね。いやー、ね、得点差ですか。気まずいんで帰っていいですか。出てよ、出てよ、出てて。俺たちは帰りたいよ、むしろ。やった。そうでございますが、さあということでね、得点受けてどうでしょうかね。どうですか、金属バットの2人。いや、決まりましたけれど、はい、あの吉本のギャラの単価が1000円上がるんで。1000円。決勝に行くとね。はい、そうだね、決勝に行くとね。やった。上げてよ、絶対上げてよ。見てる、言わないと上がらないから。頼みます。やった。そうでございます。おめでとう、ね、いよいよじゃあ本戦決勝ということになります。やった、はい、テレビでやることになりますからね。うわ、テレビやった。イエーやった。そうですよ、最高でございます。ぜひ頑張っていただきたいと思います。 M1 クソでしたね。すごい、手のひら返しがすごいな。ハイドコンダル恥ずかしい、チャンピオンやって恥ずかしい、恥ずかしくないだろ。恥ずかしくてね。お二人はどうですか。そうですね、やっぱトーナメントでまあね、僕らに勝ったわけですから、うん、ね、絶対優勝してほしいと思ったんですけど、やっぱ悔しいから次負けてほしいですね。素直だな、いじめられこなすなよ。そんな漫画みたいな感じじゃなくていいんで、次負ければいいなと思ってます。嫌なやつか、本戦までに不祥事で捕まればいいんですか。あるよ、あるよ、気をつけて。これはどう、言っといて、不祥事あった場合俺らでいいね、これはね。それは大丈夫ですね。繰り上げ、捕まった場合は差し入れ来てくださいよ。優秀賞相当なんで、甘いものな。お願いします。改めて金属バットは5月20日土曜日夜7時から生放送のグランプリファイナルに進むことになります。改めて意気込みをお願いいたします。ちょっと素人みたいな。あれに負けたのかよ。大丈夫これ本当に。金属バット意気込みや。悔しいよ、決勝に向けてね。意気込みいいかな、金属バット。ちょっと予定あるかもしれないので。行けたら行きます。行けたら行きます。おめでとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。いい漫才。ありがとうございました。こいつうるせえな。
お前だけじゃねえじゃねえか。はい、拍手でお送りください。じゃあね、うん、エラー入ってもってね、ね、もう相手でも立ってね、変なの、変なのですよ。あーとね、うん、ちょっと僕ね、はい、あの最近体にね、ちょっと気を使ってまして。自分、うん、なんていうかな、あれサプリメントいうやつ、まあ、あるな、あれちょっとガブ飲みしてんやけども、あガブガブいったかいのあかんの、あちびちびいかんと、あれで体にええやつって書いてる、書いてあるよな、うん、あかんや、あれ塩辛みたいな食い方せんだから、あそうしやな、あで俺ああいうねちょっとケミカルなものどうかと思うよ、ケミカル、うん、で俺も実はねちょっと体に気ぃ使うてて、うん、あ毎朝バナナ食ってんのよ、えぐい女優か、反応しすぎやわ、笑わないなんで笑わないあんで、なんかちょっと発音おかしいよ、お前。何がいいの？バナナって。何がいいの？ここ大阪やからさ。どこでもしたら、うん、バナーナーやな、だから。うん。えバナーナーが正しいかな。はぁ、うん、バナーナーか。うん、あ、ば、ちょっと待ってな。ば、ばーの音は合ってるから、こっからここをベースに進めていく。ばー、はばー、はばー、はぶ、はぶから発信した方がちょっと綺麗やな。はぁハブアー、ハブアーナハ、ナハハ、ナーから言っても結構大胆でええかもしれない。ま、ナ、ナンバーサ、ナンバナ、ノーノーホー、オーオーオー、ネイティブになってきた。はぁガル、バウラウナクス、バ、バナ、ハブ、ちょ、待って、んなんて言ってんの、バナナ一緒やないか、お前何変わってんやんけ、お前何がバナナやん、まあ、回り回って回り回ってバナナやん、あのちゃんか、お前何俺それだけちゃうの、何実はバナナだけやのってね、前、うん、さんね、パイナップルも食うてんの、 AV 女優か、どんな AV やんどこで出てくんの悪いねん、ちょっと発音方おかしいよ、お前 AV やいや、AV の発音やん、何がパイナップルってあんた何がいい、日本橋やからどこでも一緒やんね、お前パイナポーやな、うん、はぁパイナ、パイナはぁパイナポーやな、うん、はい、バイ、バイナポー、バーナクルやな、えバイナクル、バイナクル、バイナ、バイによってはや、バイ、バイによってははぁちょっと待てよ、一旦戻るぞ、バイナパ、バイン、パイナ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 、これちゃうぞ、はぁちょっと待てよ、バイ、バイナポー、パイ、バイ、バイセクシャル、バイセクシャル、はぁバイセクシャルは近いぞ、はぁバイ、ファイン、バー、バックギャ、バックギャ、バックギャモン、バックギャモンや、はぁちょ、これルールわからんゲームバイ、バイ、イッツ、イッツや、ほらほら来た、イッツ、イッツ、イッツから行くね、イッツ、英語ってイッツから行ったらうまいこと行くんですね、はぁイッツ、イッツファイン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 、It's my life や、うん、じゃあこれボンジョビの曲や、はぁ、バイ、イッツ、ちょっと待って、ラブや、ラブがいんねん、はぁ、わかった、俺ラブがいることに、ええ、ラ、ラブ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 ファイン、はぁちょっと待って、ラブ、ラブ、ラブイズグッズ、ナッシングオーダーチェンジ、ナッシングオーダー、ナッシングが邪魔してる、はぁラブ、ナッシングオーダーチェンジマイラブフォーユー、おぉ、なんて言ってんの、 Nothing gonna change my love for you って言ってる、全然ちゃうよお前どうもありがとうございました、僕らちょっと金属バットさあ、どうもバットナイスです、こんばんは、金属バットです、金属バットです、金属バットです、同じ言いづらいね、あんたね、ねえ、僕ら金属バット言いましてね、はい、大阪から来たんすわ、大阪からね、ね、僕ら二人とも大阪でね、うん、来まして、大阪言うたらね、有名なもんがありまして、うん、有名なもん、はい、大阪言うたら紅茶と貴婦人の街でして、ね、ちょっとね、何嘘ついたあかんわ、何がやねんお前、自己紹介で何がやねんな、大阪が紅茶と貴婦人、うん、ちゃうよ、何ハープとティアラの街、そうなんです、すいませんね大阪ハープとティアラの街ですね、そっから来ましてね、で、うん、ガス溶接得意な方が小林で、アーク溶接得意な方が友達ですね、うん、見たら分かる思いますけど、見たら分かりますかね、わかりますかね、わかるでしょ、わかったかな、大丈夫でしょ、わかってるね、大丈夫大丈夫、ね、まあ僕らそんなね、うん、漫才師なんですよ、そうなんですよ、うん、僕ら This is 漫才師です、 This is 漫才師、うん、お、いいね、うん、ザットイズ漫才師、ザットイズ、うん、
違うんちゃうか？フーイズ漫才師。フーイズ。なんか横文字が似合えへんのちゃうか？これぞ漫才師。なんかな、漫才師の五両人。五両人です僕ら、漫才師の五両人ですわ。五両人でやらせてもらってて。こんばんは。漫才師ってね、立ち仕事やんか。ざっくり言うとね、めちゃめちゃざっくり言うたせやね。もう立ち仕事のさ、接客業やん。むちゃむちゃざっくり言うたな。省き倒したらそうやな。きつい仕事やん。めちゃめちゃ楽やで。え？めっちゃ楽よ。いやもうだってずっと立ってるからさ。こんな楽な仕事ないでお前。ある？え？見た俺の仕事量今日の。何何？歩いてきただけやでそこ。そう。信じられん距離で。こんな短い距離。この距離だけ。ちょろきゅうであんな距離。めちゃめちゃちょろい距離歩いてきた。しんどい、しんどいよ。しんどいかお前。いや俺それに比べてさ、コント師どもはさ、おい。あいつらさ、すぐなんか椅子持ってきて座るやろ。休めようちゃうねあれ。なめとんであれ。おい。むちゃくちゃやん。どうしたお前おい。しかもコントってさ、最悪コント睡眠って言ったら寝れんねん。受けへんけどな。一つも受けへんけどさ。ありえへんやん。どうしてお前おい。ずっと楽しとんねん。おい。楽から生まれる笑いなんかないの。どう尖ってんねんお前おい。何やねんあれ。お前、え？コント師ってめちゃめちゃ大変やで。大変か？めっちゃ大変よ。そう？あれコント師ってお前飛んだり跳ねたりラジバンだりいろいろせなあかんねんってお前。もうそうなん。めっちゃ大変やで。いろいろせなあかんの。そうよ。まあまあじゃあコント師はさ、百歩譲って許すねんけど。偉そうやの。問題はよ。うん。あの落語家どもよ。おいおいお前おいおい。あかんやろあれ。おい。あ出てきてさ、お客さんの前でさ、お金払ってんねんで。なんかいきなり座ってさ、おいおい。大昔に誰かがやったネタやるやろ。おいお前おい。あり？おい。舐めすぎやろあれ。ちょっと。え？小林。何？ちょっとお前。どうしたお前。どうした？こっちのセリフや。お前は。どうした？落語家は。舐めとん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 ってやっぱ。3桁年前のネタしとるからな。何百年やってんねん、どんだけ越すねん、お前。もう。丸なってるよ、お前。そうや、丸やで。玉やろ、あんなもん。玉見せてるだけやろ。玉見せるだけあんなもん。で、なんや、ネタの途中、熱なったか知らんけどさ、ジャンバー脱ぐやろ、あいつら。お前、落語家のアウターのことジャンバー。アウターって言ってんの、お前。ちゃうよ。なあ、あれ、暑いんやったら来てくれよな、あんな。視野で、ほんまに。で、暑いからすぐあれやろ？なんや。うちわで会うやろ？会うよね、あれ。むちゃむちゃしょんで、あいつらは。いや、でもさ、俺はもうこうやってさ、ずっと漫才続けてたらさ、もう足腰弱すと思うよ。大丈夫やって。いや、もう立ってられんくなると思うねん。いけるって、お前。いや、今はまだ若いからいけんねん。30代やけどな、俺ら。もっと年取ってさ、50、60になってきたらさ、もう立ってられへんよ。大丈夫やって、お前。え？知ってるか、お前。何？糸恋先生。糸恋先生？糸し恋し先生。あの人らもう死ぬ間際まで寝出してあってんで。あ、そうなの？そうよ。最後なんかお前楽屋何二丁のピストル入ってきたん思って腰曲がりすぎて。こんなの？二丁拳銃入ってきたもん。入ってきた。マイクの前行ったらバチってなる。バチなのかあれ。めちゃめちゃかっこいい。すごいな。めちゃめちゃかっこいいあの人だ。そうよ。いやでもさもう今のうちにさもう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ。いやお前なそういや落語ってな楽じゃないね。楽じゃないのあれ。知ってるかお前。そば食わんといかんねや。いや、そばぐらい食うたらええやん。できんのかお前。誰でもできる。やってみよう、ほら。ほら。おい。簡単やん、こんな。見てみよう、お前。マックシェイク飲んでる音やんけ、それ。おい。マックシェイクの音や、それ。マックシェイクの音してるこれ。江戸にマックシェイクがあるかいって、バーン殴られんの、お前。マジで。一番痛いとこ殴らはる。一番痛い。正中線正中線、どん好き、お前。バチッいかれんの、お前。それは嫌やな。せやで。そうか。でも、あれよ。え？正座しちゃんといかんねん。いや、あれ正座してんのあれ。何や思うて、お前。掘りごたつじゃないの。えぐれてないねんか。あ、そうな。師匠、足ブラブラしてるの見たことある、お前。俺ずっと楽してんや思てめっちゃ座らなあかんのよ。正座してはんのか。お前師匠の要求パチッと答えなあかんで。要求答えなあかん。おお師匠と歩いてて、おい、おいハゲノスケ、ハゲノスケお前、おいハゲノスケっていうのは俺でええんやな。お前そうやな。これや。え？これなんすか？これや。あプリクラですか？小顔ピースちゃうのお前。おいこんなおもろい師匠おらんのお前。え？ハゲノスケあと5秒や早く小顔ピースせなっておらんの。おいじゃない一生ついてくわそんな師匠。違うの？せやで。何？タバコ？タバコや。タバコ。タバコや。あとあるよ。街歩いてても。ん？おい。ハゲノスケお前。軍閥の樽やないけおい。軍閥の樽。おいごっくんボディやおい。下品な言葉。おいおい。言葉を仕事にしてる人とは思われへん。おい。ハゲノスケ早く。早く。なんすか？タマスダレや。タマスダレ。何にすんすかタマ。ナンパやんけお前。タマスダレってナンパすんすか。ナンパ道具やろあれ。ナンパ道具。どうやってすんの。女の好きなもん作んねやろあれ。ああそうかあれでタピオカとか作ったら。いやエグザイルとか作ったら一撃やろ。一撃釣れんのか。バカもんやでお前。え？
バカもバカもボーンやで、まあ、正中線、あ五段付きはドン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 やで、正中線死んでまうの、それは嫌やな、大変よ落語家って、落語家きついんか、3桁年前のネタで受けなあかんからな、そもそもそうか、昔のネタで受けなあかんの、無理やろ俺ら、めちゃめちゃすごいやから、それはきついな、せやで、じゃあまあ漫才師でいいんかな、漫才師はやっぱり、でも俺などうしても座りたいんよ、なんやねお前、もう楽したって、なんじゃこいつは、でもあれでよか、なんでか、座り漫才日本一決定戦のほうザ漫才出ましょうか、お後よろしいんちゃいまっかの、ありがとうございます、どうもお願いします、ねえねえねえ大きいね、大きいね、大きいね、よろしおまんな、うん、おいしょ、ええコテコテやね、コテコテね、うん、すいません、さあ、ほい、俺小学校の時にさ、うん、あのタイムカプセルを埋めたんよ、あら、うん、みんな埋めてんね、なんかやろ、あんた何埋めたの、いやなんかみんなお気に入りのおもちゃ埋めよう言って、あね、まあまあみんなおもちゃ埋めんね、うん、で俺はさ、うん、あの埴輪を埋めたんよ、埴輪、うん、えらい尖ったもん埋めたね、あんた、手作りでさ、手作りの埴輪、うん、気に入っててん、あそう、こういうポーズした埴輪、なんで X してんの、うん、いや俺らあれやん、何ボキャブラ世代やんか、はあ、うん、だからほらこれ、うーわ抜群ちゃんお前、うーわ抜群の埴輪やん、これ埋めてて、うーわダッサーお前、抜群好きやってさ、お前普通ブーマーやろお前、ダッサーお前、お前ブーマー、俺ブーマーや、普通みんなブーマーやったって、お前ダッサいな、お前ダッサいな、お前のがダッサいってじゃあ俺これ埋めてたんや、はあ、で俺の友達はさ、はあ、あの銅鐸を埋めてた、銅鐸、うん、銅鐸で遊んでた、銅鐸で遊んでた、どうやって遊んだ、あれブーブー銅鐸、銅鐸、違うちゃうちゃうちゃうで、あれ遊んでてさ、はあ、でもう一人の子はあの草薙の剣の古墳ちゃうお前それなあ、レプリカを埋めてて、古墳やろそれタイムカプセルちゃうやろ、タイムカプセル、タイムカプセル、何して遊んでたお前、な稲作とかしてた子供の時、いや普通に遊んでたよ、何して、普通にあの生贄ごっことかしてた、何してんのお前、おい地元何アステかなお前、いやちゃうなんか近所にさ、はあ、ボロボロの、はあ、トタンの小屋に住んでる、はあ、ペルセウス様っていうおっちゃんがおってさ、やばいおっちゃんちゃういやめっちゃええおっちゃんやねん、ええおっちゃんの、うん、お菓子とかいっぱいくれんのよ、やばそうやな、うん、噛んだガムとかめちゃくれん、あやばいおっちゃんやん、めちゃめちゃやばいおっちゃんやけお前、はいはい言うて、大丈夫な、うん、その人にあのじゃんけん負けたら1日預ける、大丈夫、それやってたよ、帰ってこれんの、あ大丈夫大丈夫、帰ってこれる、うん、体中の穴ボコボコになって帰ってけへん、いや著しくテンションは下がってるけど、なんかあるな、あなんか非合法な匂いがすんな、まあまあそんな遊びしててさ、ほうで俺つい最近までさ、ほうタイムカプセル埋めたん忘れてたんよ、忘れる、冷蔵庫の納豆とねタイムカプセル忘れんねん、忘れる、 あるあるこれは、で俺この前さ、うん、博物館行ってん、何しに行くのお前みたいなもんが、なんか地下の食堂がめっちゃ安いって何しに行ってんのほんまに、おい安いの、サワラの西京焼きと、はあ、あん肝ポン酢と、はあ、大瓶ついて、はあ、500円安いっすね安いな、めっちゃ安い思って、天までやれそんなどこでやってんねんすげえ安いからいいってさ、はあ、でまあついでやからさ、うん、博物館も見ていこう、逆やね普通はな、うん、普通逆やな、博物館行ったらさ変なもんあってん、大体博物館って変なもんばっかりからね、なんかな、ジュラ紀の地層から発見された、はあ、世界最古の埴輪があるよ、あれ変なの人いてへんのに、なでっかいトカゲしかおらんだよ、あのジュラキ人おらんのにな、あれ思ったらその埴輪がどう見てもさ、うん、こうしてんの、うわお前のバツハニやんけ、おいバツハニ、バツハニやんけあれ俺のやってなんでやなん、よう考えたらさ、ようかん、ようかん、よう考えたらさ、俺あのタイムカプセル埋めるときにさ、ジュラ紀の地層まで掘って、何キロ掘ってんのお前、おい何キロ掘んねん、3000メーターぐらい行ってたやん、結構行ってるよお前、おるやんクラスに一人さ穴掘んのうまいタイプ、お前ガキおるけど、ガキの力じゃ無理やって、そういうタイプのやつおるけど、うちのクラスにもおってさ、そいつ手ユンボみたいな、バケモンやないかお前、何やそいつバー掘ってて、アンドロイドやないけ、おいで見えへんなるぐらいまで掘ったんよ、見えんなるぐらいまで、うん、大丈夫その子、大丈夫って声だけ聞こえてきてさ、えら掘ったねあんた、じゃあ埋めるよ言うて、うで埴輪落として、大丈夫かおい、銅鐸落として大丈夫け、おいで草薙の剣を死んでまうてお前ね、封印やもう、いや大丈夫大丈夫、上がってこれたその子、上がってこれたんちゃうかな、ええなんか俺その子のこと思い出そうとしたらさ、頭が痛くなるの、埋めてんちゃうんけおいお前埋めたんちゃうんけ、大丈夫、転校したんかな、お前次の日警察とか来んかった、いやなんか警察いっぱい来てさ、来るやろ、うん、何にしたんか分からんけど、ペルセウス様が捕まって、冤罪やでおいかわいそうに、なんやろな、万引きしたんかな、関関係ないって、なんか近所のヤバいおっちゃんやったのに、いやでもそのことはちゃんと再会したんよ、あほんまかいな、つい最近おてんのかいな、うん、どこでおたの、の博物館でさ、ほうジュラ紀の地層から発見された世界最古のミイラとして
再会を果たしました。お前埋めてもうとるやないか、お前は。お前はアホ、お前埋めちゃった。お前人一人殺しやないか、お前アホ。お前はもう埋めちゃった、埋めちゃって、もう小林ちゃん頼むよ、ほんまに。お疲れした、お疲れした。お願いします。さあ、対戦を終えて、はい、いかがでしたか、川川さん。ちょっとあの金属バットの最後が気になったんですけど。確かにね、確かにね。なんで、はい、おい、俺らわざわざ抜いてたのに。わざわざ抜いとんねん。だから今日俺らが使っていいんじゃないですか。余ってたから置いてあったから。置いてあったけどね。置いてないのよ、日本じゃないから、ね、思いますか。最後にありがとう、ありがとう、はい、さあ金属バット、はい、いかがでしたか。まあまあ対応的には独房さんと戦えて嬉しかったです。独房がこっちだった。独房もう味方間違いさんが独房やった。いろいろおかしいやつやな。嬉しかったです、いや面白かったですね、はい、ありがとうございます。それではトーナメントの結果発表に参りましょう、はい、まずは先行カウカウの得点です。1点をつけた人数が1人、続いて2点をつけた人数が37人、そして3点をつけた人数が62人、ということで合計は261点。ありがとうございます、ありがとうございます。261ということでね、はい、いかがですか、この点数を見て。いやー、わからないですね。深いところから出ましたね。奥から。わかりませんね。正直まだ。はい、はい、さあ、カウカウの261点を超えることができるのか、うん、続いては後攻、金属バットの得点です。さあ、1点をつけた人数が、ゼロ、続いて2点をつけた人数が、うん、3点をつけた人数が91人。ということで合計は291点。金属バットの勝利です。金属バットの勝利です。すごい高得点ですね。いやいや、これこの分マイナス10点引いてよって言おうと思ったけど、それどころじゃなかったね。全然。いや素晴らしい得点でございましたね。このような結果となりましたので、はい、金属バットはこの後に行われます、うん、母ごところ対ジャルジャルの勝者との対決となります。はい、この後どうなると思いますか。どっちもぶっ殺しやりますよ。えっ、嘘。そういう戦いじゃないじゃない。ぶっ殺しじゃないよ。あ、ほんまですか。違います。はい、はい、頑張ります、はい、さあ頑張ってください。頑張ってください。ただ、はい、カウカウさん負けてしまいましたね。いや、ちょっと決勝行ったら、はい、絶対どっかにポーズ入れて、お返しします。なんだって。お前使い捨てすなよ。お前使い捨てすな。お前決勝行ったらやれとかで、ね、いろいろつやな。お前はありがとうございます、はい、次回のベスト16の戦いにおける先攻後攻の順番ですけれども、はい、今回の得点が高かった方が優先的に選べることになります、はい、なお同点だった場合は3点の多い漫才師が優先的に選ぶことができます、うん、はい、ということで、ね、そうなんです、うん、はい、点数も高かったですから期待できますね、ええ、はい、ということで両者ともに素晴らしい戦いでした。なんか選べる猶予があるんですよね。あ、そうなんです。1週間ぐらいあるんですけれども、まだどちらの点数が高いかがわからないので、そうですね、まだ、はい、その後に決めていただきたいと思います、はい、両者素晴らしい戦い本当にありがとうございました。何やちゃうねや、人気ないんちゃうねほんまに。かなんな私や、お前じゃあね、舐めてんの。舐めてんちゃうね。え、メンヘラスピリチュアルインディーズ歌手とかじゃないの、わし、うん、何ちゃうねや。舞台衣装忘れて、靴忘れて、
靴忘れてさすがに失礼やな。なんかあるやろ別に。何がいいな。いやこの履いてきた靴とか。いやそれ失礼やろお前。お笑い舐めてんのかおい。お笑い舐めんなよおい。こんな響くなあ。ちょっと押してここ押して。えっ怖いって。こんなんでけんから。ただ怖いだけ。お客さん引くからおったら。あそうか、うん。怖いでけんからな。引きおるからな。うん、おやしますね。いいね。え、いいね。いいですね。いいな。うん。構えもんな。もしでも構えもんな。全然画角に収まってたいもんな。別にあれや、見られてはいるんや。いやでも画角に収まってたら構えへんから。うん、こうでもいい。全然もんな。そうや。なんかこうでもいい。こうでもいいもんな。構えもんな。うん、いいね。たくさんおらんのありやな。ありやね。ありか。うん。弁当食ってるやつおるやん、たまに。ああそうやな。いやそれは食ってええから。降りてぶっ殺したいもんな普通やったら。おらんもんな今日。食ってええねんから。ええー、な見えへんように食ってほしいよな。いやちょっとセットでついてるから弁当が。ああはい、はい、ごめんなさい、うん、ごめんなさい。いや俺ちょっとね、はい、車買おう思って。うえ、うん、あんた。そうなんよ。車、うん、なんでやねんお前。やっぱな車買った方がさ金貯まると思うよな。いやもうラリってるやんお前。どういうことやねんお前。何がいいの。金たまらんよ。減んねんお前。車買うたら金がなくなるんやから減るよお前。車ってさ、うん、まあステータスやん。あーまあな。で車持ってる人のとこに人が集まってくんのよ、うんうん、で人脈が増えて仕事が増えんねん。うおで金が増えんのよ。うお、うん、むっちゃ賢いやんけお前。そうなんよ。確かにな。そういうもんやねん。ええ大人やしなもうわしら。ええ大人や。ええ大人や。車持っとかんとな。そりゃそうや。やっぱ使わな帰ってけへんの金は。うわ、うん、小室も言うとったそれ。ほんまやん。ほんな未来ないやん。いやいやせやかね。ある程度気づいとったから。あそう。ほんまやな。買うた方がええわ。だ無理してでもええねん、うん、借金してでもええから俺買おう思って。むっちゃええやん、うん、賢いなあんた。だから俺さ、うん、中古のミラ買おうか。あかんねあかんねあかんねお前。えあかんねや。あかんの。大の大人は中古のミラなんか乗ったあかんねやお前。あかんの。あかんよお前。えあんなもんおばあちゃんがお薬取りに行くときの車やねんからお前。あそうなん。あかんよあんなもん乗ったら大の大人。マジかよ。あかんよお前。俺せっかく中古のミラ買うてさ、うん、後ろにウーファーツも持って。あかんねあかんねあかんねお前。えあかんねや。あかんの。大の大人が中古のミラにウーファーなんか積んだあかんねやお前。えじゃあ重低音聞きたいときどうしたらいい。そんなん言うたあかんねん大の大人が。え重低音聞きたいときどうしたらいいのなんか言うたあかんねや。あかんの。そういう時はもうグッと我慢すんねん。我慢せなあかん。きつめの酒飲むんや。あ、そうそうよお前。せっかく中古のミラーにウーファー積んでさ、うん、夜中のヘップ巻いてナンパしようと。あかんねあかんねあかんねお前。え大の大人が中古のミラーにウーファー積んでヘップ巻いてナンパなんかしたらあかんねんお前。あかんのか。あかんねん。マジかよ。もうやってないねんね誰もあれ。やってないあんなダサいことお前。あ、そう。ノバウサギとか流すんちゃうお前。いや流そう。あかんねんってお前。あかんねん。ノバウサギなんか流したあかんねんもう。あ、そう。もう誰も知らんねんあれ。俺せっかくヘップ巻いてさ、適当に女引っ掛けて乗っけてさ、うん、そのままノーバディーノーズかけながらドライブしよう。あかんねあかんねあかんねお前。あかんねや。あかん。大の大人がノーバディーノーズなんか聞いたあかんねお前。えあかんの。あれバカとガキしか聞かんねあんなもんお前。そうなの。あかんねや。でもノーバディーノーズみんな聞いてへんねや。えマジで。ほんまにノーバディーノーズなってもたやあれ。え落語やであんなもん。そうそう。落語なんか流したあかんねお前。落語流してんじゃない。女積んで落語なんか流したあかんよお前。そう。あかんよ。せっかくノーバディーノーズかけていい感じになったらさ。ならへんってお前。そのまま古本市場行ってデートしよう。あかんねあかんねお前おい。大の大人がお前古本市場でデートなんかしたあかんねやお前。あかんの。あかんよ。ゲオの方がいい。中学生かお前おい。あかんねや大の大人が。あかんの。大の大人が中古品でデートしたあかんねお前。中古品買ったあかん。中古品買ったあかんお前。小銭で買うたあかんねやお前。俺せっかく中古品買っていい感じだったらならへんって。そのまま漫画喫茶行って一発決めよう。あかんねんってお前おい。あかんの。あかんねや。え大の大人が満喫で一発決めたあかんねお前。あかんの。あかんよ。イオンモールのトイレのがいい。子供かお前。あかんねんっておい。あかんの。もっと悪いやないかお前。中学生やん。え、じゃあ一発決めたいときどうしたんやん。ホテルじゃあお前。ホテル行くん。あ、ほんだらお前大人はホテル行くんじゃ。金かかるやん。金かけんねん一発に。え頭おかしいんかお前。マジで。なんやこれ客もおらんのに一発で大声出して。わしが一番頭おかしいやないかお前。大丈夫よ。あかんねん金かけんねんお前。めちゃめちゃ金かけんねんお前。マジかよ。そうやでお前。で泡風呂入るんじゃお前大の大人は。泡風呂入らなあかんねんお前。であれやなんか風呂あの七色に光るやつ入らなあかんねんお前。そんな面倒。クラブみたいな風呂入らなあかんねん。そんな面倒くさいことじゃないか。そうやねん。でうわ楽しいなっちゅう顔せなあかんねん。顔せなあかん。顔せなあかん。ニコニコせなあかんねん。楽しないのに。うん、ほんま楽しいねんでも。え？ほんま楽しいけどあれで楽しんでたら恥ずかしいから付き合ってる感じの笑顔もせなあかんねん。そんな複雑なことや。そうやトゥーフェイスせなあかんねんや。面倒。
どくさい。めちゃめちゃめんどくさいねや、せや一発は、じゃあもうやめようかな。やめときやんと、ほんまに車いらんわ。じゃ向いてないわ。そうやな、めちゃめちゃダサいわ車乗ったら。じゃあまあ浮いたお金でさ、はあ、服でも買おうかな。あ、いいや、うん、おしゃれしてね。そうやな、おしゃれしたらまたおしゃれの仕事来たりしてね。そうやな、めちゃめちゃ賢いやんけ。おしゃれに使う、むっちゃいいやんけ、うん、お前。あ、俺ジーンズメイトで服買う。あ、一番あかんねんそれ。どうもありがとうございます。はい、くいしょ。いえ、どうも、金属バットです。お願いします。どうもー、どうもー、ありがとうございます。いや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 、俺さ、へーへーへー、ちょっと不倫してんのよ。アホかお前、おいアホなんか俺、お前、おい、いや、やったかやろんな。してるからさ、ヘラヘラすんなお前、おい、やったかやろお前。あかんのはもちろん分かってるよ。分かってるんけ俺ら。分かってる分かってる。相手どんなやっちゃねんな。相手小学校の先生でさ。うわお前もう、うん、そんなんとどこで出会ってんな。俺が小学生の時の担任の先生なんやけど。 あおばあちゃんやお前。おばあちゃんとか言うなよお前。年齢的におばあでしたろ。いや失礼やろお前。何がいいな。女性に年齢関係ないやろ。お、あ、確かに申し訳ない、失礼。確かに申し訳ない。まあまあ確かにお年は召してはんねんけどさ、はあ、その年齢を感じさせないぐらい、はあ、お召し物があでやかなよな。ババアやないけお前、おい。やっぱババアやんけ。何がいいな。お前ババア褒める専門用語全部使ったやんけ。わし高島やってたんか思うと。そんなん言うなよお前、仲良やってんやからさ。仲良やってって何やってんのあんた。いやこの前もさ、はあ、その先生と初めて出会った記念日があってさ。ね、入学式け。でその時二人でさ、 お寺行って、おい、で寺の入り口にある、はあ、こう水をかけ合ってさ。あ、開けまへんだあんた、あれちゃいますね。そういうギミックになっちゃうねあれ。でそっから二人で買い物行ってさ。ほんかいな。で俺もう何でも好きなもん買ってあげるよって言うたんよ。えらい気前な自分。まあまあ記念日やったからさ。入学式なそれな。ほんな先生がさ、私が欲しいものはお金で買えるものじゃないのって。どういうこと。なんか俺の目をじっと見つめてきてさ。あらー先生、ねえ、なんか膝の軟骨が欲しい。あ、そっちかいなお前。さすがに軟骨使われへんわ。むちゃ言うたあきまへんわ。ほんな先生がさ、はあ、もう俺にプレゼント用意してくれてて。何、なんか俺の名前入りのパワーストーンを用意してくれてて、はあ、あら、えらいキャイらしい。やろ、名前入り。いいやろ。あんた小林圭介って名前からなんや、うん、圭介って書いてるパワーストーンかいな。いや小林家って書いてたの。墓石ちゃうんけそれおい。墓石じゃないけどな。これ手につけるような石、でっかい四角やったよ。破壊してやないかお前、おい。あれパワーストーンちゃうねん。嘘、パワーなくなったやつが使うストーンやお前。そうなの、最後の石ですよあれ。あ、AV 間違いしてるやん。でそっから二人でさ、はん、先生の家行ってさ。え、不倫やろお前。そうよ、いかついな。で部屋でな、はん、まあまあ二人っきりやんか、はん、まあだんだんいい雰囲気になってくるやんか。え、ほんな先生がさ、はん、そろそろ欲しくない、えらこちゃん、あららら、えらいこちゃん。あらあ、そっからさ、はん、吹き焚いてくれてさ。おもろないのこれ、はげお前。マジで上手くて、あれ眠たいこと言うなボケコラ、おい。え、大人やろ、不倫やろ。いやそうよ。なんちゃこう体を触るようなちょめいこと、お前。そういうのが聞きたいの。当たり前やんけお前。それもちろんあるよ。よいしょ、言え。肩もんであげてさ。孫やんけおい。え、あんた孫みたいなことしてるやんけ。何がいい、なんかないんけそっから。いやそっから先生がさ、うん、漫画買うたあかんよ言うて、え、で図書券もらって、おい、で家帰ったよな。お前はよ不倫せえやおい。え、全然せえやんけ不倫、おいはよせえよ。お前不倫したあかん言うてなかったっけ。わしも下品な生きたい耳なってんねんおい。そんな頼むわ、なんかくれよお前、やれよ。だから不倫してるやんか。どこがやねんお前、寺行って吹き食うて肩もんで、お前こんなもん不倫ちゃうやん、家族やんけお前。ありがとうな。ありがとうないないねん。どうしてんちゃうねんお前。やっぱ不倫ってあかんやんか。もう構えへんのやないこれ。だから俺ちょっと前々から考えてることがあってさ。ない、養子なんだけ。いやじゃなくてさ、はあ、どうしようかな。なんや、結論だけ言おうか。はあ、先生をさ、はあ、俺ら金属バットに加入させようって。お、いややってお前、おい、いややって。いいやん、いややって。いや先生吹き焚いてくれる。いらんわ吹きなんかお前、いやじゃ。じゃあ分かった、はあ、旦那さんも入れようか。なんでそんなことなんねんって。いらんってダブルで。これが一番平和に収まんねん。何が平和に収まんねん。おい、なんでジジイとババとハゲとロンギで漫才せなあかんねんお前。いやいやって。いや旦那さんめっちゃ喋れる人よ。喋ったことあんねや。あるあるある。おもろいの。全然おもんない。ほらあかんやんけお前、おい、なんでダラダラ喋るジジイと吹きたくババ入れなあかんねんお前。いらんわ、行かへんて。でちょっとほんま申し訳ないんやけどさ。あんたもうどれが申し訳ないねんな。正式に加入させる日を、はあ、俺と先生が初めて出会った記念日にしていいかな。なんや、入学式なんか4月け、それは9月1日なんやけどさ。あんた転校生やったよね。お願いします。こんにちは。さ、いいよ。俺はさ、うん、もうどっからどう見ても漫才師やん。漫才師よ。この見た目は漫才師がありえんからね。もう何の色もないやん。ああ、漫才師ですわ。何の色もないんすよ。漫才師ってさ、うん、立ち仕事やん。
まあ、ざっくり言うとね、いつも職場で立ってるからね、俺ら。もう立ち仕事の接客業やんか。ちょっとざっくり言いすぎやな、お前。飲食のホールやなんやから、わしら。いや、もうきっつい仕事やん、これ。めちゃめちゃ楽よ、これ。いや、もう腰言わしまやん、こんなん。言わすかい。いや、それに比べてさ、コント師どもはさ、え？あいつらすぐ舞台に椅子持ってきて座りよるやろ。休みをちゃうで、あれ、お前。で、コントして最悪さ、はあ、コント、睡眠って言うたら寝てええんやろ。受けへんけどな、お前、おい。寝たかって誰が笑うねんな、お前。あれ、楽しとんねん、あいつら。楽してへんよ、お前。楽から生まれる笑いはないのにさ。変な尖り方してるんけ、お前、おい。楽してへんねん、楽してへんねん、お前。してるよ。コントしさんって大変よ。そう。あの人ね、おっきい荷物持って、お前、走り回らんといかんねんから。そうよ。運送業やん。ざっくり言うなって、お前。それはきついな。大変よ、わしらに要請すごい仕事よ、あれは。いや、まあ、コント師はまあ、わかるわ。はあ、問題はよ。何がいな。あの落語家どもおいお前おい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 あいつらさ舞台出てきてさ お客さん金払ってんやでおそこにベーン座ってさおいちょっとお前おい大昔に誰かが作ったネタやおいちょお前おいちょ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 お前おいおいお前おい蹴ったのかおい蹴んなお前おいお前な、うん、落語家はな、うんあれ、舐めとんな。あれはちょっと舐めてんな。舐めてんねん。そうやね。結局舐めてんねん。なあ、あの、座んのは構えへんねや。あ、そう。あー、せやかてね、ネタ中さ、熱なったか知らんけど、急にジャンバー脱ぐやろ、あの人ら。落語家のアウターのことジャンバー言うの？アウター言うてんのかな、お前。熱いんやったら来てくなよな、あんなもん。あれ、楽しとんねん、あいつ。楽はな、してへんねんで。楽から生まれる笑いはないのに。やめや、お前もそれ。その尖り方用ないぞ、お前。そう。落語家さんは楽なんかしてへんねんや。楽やん、あんな。してへんよ、お前。だって落語家ってさ、座って喋るだけやで。ざっくり言うなって。あの、テレアポや。テレアポ言うな、お前。それに比べてお前俺ら漫才師はさ立ち続けなあかんねん。基本立ちですからね。仕事内容がもう縄文杉と一緒や。何と一緒にしてんねんお前。おい一緒全然ちゃうわお前。縄文杉知ってる？何あいつあれやで、うん、4桁年生きて、うん、ボケゼロやなあいつ。いやいやボケあるわあいつ。ないわお前。何年生きてんねんってボケあんねん。ボケちゃうねんあれあれ。おもろいから嘆きしてんちゃうねんお前。そうよあんた。いやきつさは一緒やって。全然ちゃうよお前。だって漫才師ってさ、はあ、腰曲がったらできへんねんで。できんねやお前。いやこれどうやってさこれで知らんのんけおい。え？お前糸恋先生知らんのんけ。糸し恋師匠知ってるっしょ。知ってるよ。あの人お前後半腰ベコレ倒してお前2丁のピストルみたいになってんねお前。師匠をピストルに例えんなお前。犯人なあれはバールや。釘抜きみたいに言うなお前もう。ちゃうがなあない腰ベコったかってお前。漫才して爆笑取れんねん。息長い仕事よ。いや俺もう腰は曲がりたくないんよ。かまへんがな曲がったかって。だからさもう完全に腰曲がりきる前にさ、はあ、もう漫才師なんかやめてもうてさ、えもうジャンバー着てテレアポする仕事しようでざっくり言うなってお前。落語家さんって言えよお前。落語家さんそうよないのお前ジャンバー着てテレアポするって、うん、青空テレアポやなこんなもんお前。青空テレアポってない。いやええからそれは構えへんがな。ええねんええねんお前。何そうよお前であれよ落語ってバリムズンよ。え簡単やんな。おできんのかいな。誰でもできる。おもろいなお前。ほなそば食うてみんや。そばぐらい食うたんや。おやるやるよお前。ほら見てみよお前シェイク飲んでろてやないか。シェイク飲んでろて。シェイク飲んでろてお前。江戸にシェイクがあるかいって顔面バチンかねんであんた。顔だけはいかれたくない。顔だけ顔面でしょ。俺は顔だけで勝負してるからな。そうだよ、うん、僕たちってワーキャー系漫才師なんだもんね、うん、まあワーキャッチのは悲鳴の方でっけどな。青空テレアポテね。かまへんがな、それは。ええがな。わしの傷口で遊ぶな、お前。何やったあれ。大変よ、お前、ラゴさんって、あれ。座ってる言うたかて。うん。あの人ら正座よ。あ、正座してんのあれ。上、何してる思った。掘りごたつや思ってた。床えぐれてないねお前。そうよ。あ、そう。ああ。で、お前、あれよ、ラゴカさんって。うん。あれ、大昔に誰かが作ったアリネタで、うん、大爆笑取らなかんねん。大爆笑取らなかんねん。そうよ。いや、お笑い芸人やないんやから。お笑い芸人なんじゃ、あれが。おい。お笑い芸人しそうじゃ、あれが。そうなの。そうよ、お前、何や思っててん。日本の宝やと思ってた。遅いぞ、今さら。おい。嘘つけ、お前。マジで思ってた。お前、テレアポイ打てないで、お前。これ、ほんま、マジで思ってた。嘘つけって、お前、おい。すごい崇高な仕事やねん。わしらには容赦んよ。そうか。じゃあ、やっぱ漫才師の方がええか。漫才師、この世で一番楽よ。でも俺、どうしても座りたんよな。あんた、漫才師は立ち仕事、座ることはできまへんで。ほな、こうしまひょ。おい、なんでか。今後は漫才に腰を据えることにいたします。ういうい、終わってよろしいんちゃいますかの。あ、これお前食ったやつや。インドのやつでしょ。ほんまにきついやつや。グラムじゃん、あほんまや。インドのやつやな、これ。それインド料理屋で食うた。食うたやな、お前。言うてたやな。とんでもなくトラウマだったっ。とんでもない、これ。こんな量あんの。いや、一個でいい。朝ごはん。いや、えぐいんやろ。これ、えぐいよ。1キロもあんのこれ。おーうわー、これやこれやこれや。これですか。これですか。これ何なの一体。これ何なんやろな。何でできてんのこれ。一体何なんですかあなたは。
なんか練乳的な味がした記憶はあんねんな。甘いねや。もうほんまに甘い。口つぶれぐらい甘いやろこれ。うん、その何が嫌やねんって思われがちやけど、うん、食うたわかる。あ、食うたわかる。ほんまにきつい。ちょっとなんかお皿からこぼれます、うん、ね。でも2024年流行るって言われてるんですよ。誰が言ってるんですか。どっか誰なその毎回予知するやつ。服とかもさ、ほらじわじわブームの兆しって感じ。兆しはもうだ青堀みたいなことでしょ。パチンコやったらけえへんやん。当たりの兆しが汚いやろ。これは流行んの。これってか何のために作ってんのか分からん。好きな人がおるってことか。インドのやつだろ。うん、だインドの人食わはるんやない。食うんかな。うん、そんな感じじゃなかった。そのインド人も何その当時行ったインド料理屋の。え、これ食うの。いや、そんな感じだったで。草屋の感じだった。うん、え、おおおおって感じ。おお食べんねよ。チャレンジャー現れたみたいな。はい、言ってたそれ。え、言ってない。ニュアンスで、うん、そのリアクションの感じが。 ありがとうございます。はあ、なんかこっちは聞いたんや。なんか世界一甘いやつがあるって聞いたんですけど。あ、その噂聞いてたよ、うん、お前食べに行ったんかそれを。そうそう、鳥溶岩さんって人だと。うん、ちょっと行ってみましょうか。なにこれ、なにこいつは何なの一体。何か分からへんねんな。何なんですかあなたは。うわぁ、あー何でしょう、サーダーアンダギーみたいなことね。はははは。ちょっとじゃあ作ってみましょうか。ん、七支流やぞそれ。うん、うん、うん、いや、そんなにやで、お前。あ、ほんまや。え、なに。あ、そんな甘ない。なんか普通の、なんでしょう、うん、シナモン系の、うん、うん、え、こんなもんじゃなかったよ。え、もっと甘かった、お前は、うん、これじゃないやな、缶詰じゃなかったんや。作ってたんかな、そこかな。全然こんなもんじゃない。なんか普通のね、うん、うん、あんまり美味しくないお菓子。うん、うん、美味しくはないな。なあ、全然美味しくはないな。あ、もう全然こんなんじゃないよ。あ、ほんま。もう食えるもんな。うん、うえーじゃないもんな。うえーやった、あれ。なんか体熱なってきたけど。なんでしょうね。でも一応この缶詰が一番ポピュラーなやつらしいです。あ、これなんさ、うん、この食いもんでは、うん、缶詰ないな、ほんで。いや、ちょっと思うな、これは。カルダモンの味か、これ。あ、うんうん、なんだよな。辛いもん食べて食うとかなんかな。なんかな。美味しくないな。美味しくはないですね、これ。これ好きな人と仲良くなったら嫌やな。食べようかって言ってこれ開けられたらうっとしな。もうええってって言うな。この量どう保管すんの。なあこれ。何入る。クックパッドが食トレンド予測2024年で、はい、今年注目のスイーツとして発表。なんでそんなノストラダムスみたいなやついてんすか。クックパッドに今年流行るかもっていうの。うん、兆しあった。流行らせるってことでしょ。私たちが頑張ります、うん、いらんってこれ。美味しないってこれは流行らんと。これ流行らん。うまないなこれ。これをどうすんのやろな。だって見た目的にもさ。いや、見た目はまあまあいいんじゃない。こんな感じは使いようがあるんじゃない。だって G ポップやん、こんな見た目。そうか。うん、ミスドの。濃いコーヒー欲しいな。うん、まあ、もしかしたらでも女子好きかも。あんまり好きですか、桜井さん。好きではあります。これまずいっすよ、でも。ちょっと一回冷静な。甘いとかではなく、うん、まずいっすよ。グラムジャム、ジャム。俺らの舌は信用ならみたいからな。うん、ちょっと言ってください、こう。まずいっすよ。あ、やっぱまずいって出るわ。
これクックパッドね。要は見た目さえ良くなりゃ。どうですか。いけます。おお、いけんねや。ほんまかいな。いけますか。いや、何が入るかわからんもんな、確かに。うん。韓国スイーツなんか一つもわからなかったもんな。うん。いけますってのは、美味しいという意味ですか。いっぱいはいらない。あ、まあまあまあ、でも、まだ好意的な。うん、そうやね。みんなグラブ、ジャムを作るって言ってんの。うん、いいね、こんな作らんで。世界一甘いおし。いくらだと思います、これ。え、これ缶詰。1キロっしょ。1800円。あー。輸入してるし。あー。うん、1200円。なんで近いとこ来んの。そんなもん。お前ちょっとずらすよ。そんなもんやろ。何分すか。750円。安いけどいらん。インドの行数に言ってるやつやん。じゃいらんな。アレンジはどないすんやろな。これこのままじゃもう無理やん。こいつは戦われへんな。うん、日本人の舌なめんなよ。アレンジ、うん、2時間水で洗うとか書いてない。アレンジして美味しい書いてます。あ、このグラブジャムのや、うんうんうん、同じやつや、うん。美味しい食べ方ありますね。グラムジャムの美味しい食べ方をご紹介しましょう。海外でインドに旅行した時などはもちろん現地で購入することもできますし、実はに最近日本でも簡単に手に入るようになっているグラブジャム。思わず手に入った時に知っておくと。思わず手に入った時に今や。思わず、あ、今か。俺らからスタ、今や。今やな。知っておくと便利な美味しい食べ方を紹介します。温めて食べる。温めて食うてくれと。あ、電子レンジで軽く温めると甘さよりもカルダモンスパイスの香りが強調され、そのまま食べる食べ方よりも食べやすくなります。食べるってめっちゃ出てくるやん、この一行に。食べる食べ方よりも食べやすくて必要以上に脳に強烈な甘さの刺激を感じることなく、コーヒーや紅茶でティータイムを楽しむようが生まれます。無糖ヨーグルトと一緒に楽しむ。あ、これやろ、多分。なるほど。な、無糖ヨーグルトと一緒に食うたら。無糖ヨーグルト。あ、電子レンジありますけどね。いや、やめときましょう。もう一かけらも入らないです。うん、やめときましょう、これは。無糖ヨーグルトですわ。確かにヨーグルトやったらいけそう。うん、あー、ヨーグルトさえありやな。あれ、残念。ありがとうございます。クソまずでしたね。はい、さ、うん、俺ちょっと趣味がさ、ほう、あんまなくてさ。なんもないの。なんかない、なんか C って言えばみたいな、ないの。 C って言うなら、うん、なんやろな、乗馬、ほう、ビリヤード。上等やんけお前。おい、乗馬とビリヤードなんか最高に楽しいやろ。ちゃなんや、乗馬とじゃなくて。何、乗馬ビリヤードをやる。なんやねん、おい、それ。なんや、乗馬ビリヤードって何。な、馬乗って玉つくの、お前。面白すぎるやろ。知らんない。なんやそれ。ちょけてんちゃうね。どんな馬乗ってさ。乗るんやんけ。で、あのビリヤードの棒あるやん。あるね。あれ馬に加えさせてさ。馬に。で、俺は釣り竿に人参ぶら下げたやつ持ってさ。おい、で、こう馬の前垂らしてさ。おい、こっちつかすやつ。面白すぎるやろ、お前。おい、これめちゃめちゃ面白いやんけ、お前。これやっててんけどさ、全然おもんなくて。おもんないの、それ、うん、めっちゃおもろそうやのに。だから、なんか新しいの探してんよ。あ、なんかええの、うん、なんかない、お前、趣味。あ、俺やってる趣味ね、ええよ。え、うん、俺ね、フルート、生け花やってんのよ、うん。お前、フルートと生け花なんかやってんの。あ、ちゃうすごい。ちゃうフルートとじゃなくて、え、フルート生け花やってんの。フルート生け花、うん、何それ。知らん、お前。あれ、どうせあれやろ。なんやねん、なんか花瓶にフルート刺しまくるやつやろ。面白すぎるやろ、お前。笑ってもうたわ。笑ってへんやん。面白すぎる。ちゃうね、ちゃうね。何あるがな、フルート同じだろ。うん、穴開いてまんがな。穴開いとる、ね、あそこにね、花いけんのよ。あそこにいけん、うん、で、ピュッと飛ばす。あ、飛ばす、うん、え、距離を競う競技なの。え、美しさを競うよ。美しさを競ってんの。まあ、距離イコール美しさやけどな。あ、そうだ、うん、スキージャンプみたいな。あ、せや、全く一緒や。そんなことやってんの、うん、それ俺が昔やってたあれと似てんな。何や、トランペットダーツと。何やねん、おい、それ。何や、トランペットダーツ。よう似てるわ。何や、トランペットの中にダーツの矢入れてプーって飛ばすの、お前。面白いね、君。何がね、おい、おい、プーって。何が。おならの音やん、子供か、お前。何
で笑ってんかもしれない。おい、え、うんこ、え、どうした、え、行きたい。いや、ちゃう、何トランペットダーツって何？トランペットダーツあるやんか、あのダーツの的あってな、うん、そこにトランペット投げつけるやん。楽器潰してるだけやんけ、お前。おい、何、吹奏楽部いじめられた子か、お前。おい、何やねん。それやってたやん。おい、うん、他なんかやってなかったんか、昔。他昔やってたやと、茶道、ボクシング。茶道とボクシング、ええがな、お前。え、ちゃう、茶道ボクシング、ええわ、お前。もうダジャレやんけ、お前。何やねん、茶道ボクシングって。やってた、何や、芝居って茶飲むんか、お前。面白すぎるって。何がいいの？ふーってお前、おならで笑ってんねん、お前。おい、子供かお前は。何やねん茶道ボクシングって。茶道ボクシングあるやんか、正座でさ、こう向かい合うねん、対戦相手と、うん、で間にな、こう茶こしと茶碗置いてんねん、茶道やん、うん、ほんだゴングがカーンってなんねん。ほうで叩いてかぶってじゃんけんポンって。どっちでもないやんけ、お前。どっちでもどうなってもうたやんけ。でじゃんけん勝った方が茶碗持って殴んねん。茶碗でしまったら死ぬて。死ぬてお前。おい、で負けた方がこう茶こしでこう。茶こしじゃどうもならん、あんなもん、お前。あんなシャコシャコのもんなんもならんて、お前。怪我してやめてもって、俺も。いや、怪我で済んでよかったな、お前。最悪死ぬでな。こう茶碗で殴った時に破片が刺さりました。勝った方な、お前。おい、怪我、変な怪我したな、あんた。やめてもって。むちゃくちゃやろ、お前。だからなんか新しい趣味欲しいんやけど。なんか新しいやった方がいいな、うん。なんかやっぱかっこいいやつがええな。絶対かっこいい方がいいわ、趣味は。あれしようかな。なんじゃい。ギター。お、ええやん、ギター。バリバリ渋いもんな、ギター。よろしくお伝え。アーチェリー。おい。おい。なんて？ギターアーチェリーやるかな。なんや、ギターアーチェリーって。あれやんか。なんじゃい。あの、アーチェリーの的あるやん。うん。そこにあの、ギター投げて。トランペットダーツやん。どうもありがとうございます。どうも、金属バットです。お願いします。じゃあ。今年初めてシードでの出場になりましたが、今日からですよ、だから今日からですね。2回でした、ね、思ってる。ボンベないやんけ、ボンベまたないやんけ、ないやん。俺も怒ってることある。何を？まあ、エントリー払え。何がいいの？2000円。え？1000円ずつや、相場は。ああ、俺がさっき来て今2000円払ってんの。お前勝手に払ったんや。何勝手に払ってんの、お前。え、お前その勝手なことすんなよ、お前。ドンベはないし、勝手なことはするし、お前。何や、お前、むちゃくちゃやな、お前。優位見たと。おい、何してもええってわけないやろ、お前。おい、え、何や、むちゃくちゃやな。あかん、気分悪い、僕帰らしまいますわ。むちゃくちゃや。せいや、好きにせえ、そんな。そんなしたい、好きにしたいわ、一人で。楽しいせえ、お前は。ええから。優勝するぞ。あんた一人でやったらええわ。優勝するぞ。あんただけで。優勝するぞ。アホみたいに。あざっす。さあ、えい、おいっす。お、なんじゃい。なんじゃい。むちゃウケるやんけ。おい、ちょろいね、今日は。おい、 R1 のお客さんじゃん、これ。やめなさい、やめなさい。はいはい。知り合いにさ、はあ、漁師さんがおんねんけど。ええー、こんなんいてんねや。うん、はあ。その人がさ、はあ、この前、本マグロの大トロをブロックでくれたんよ。熱っ、なんで？なんか余っとんやー言ってた。余らんじゃん、あのお前。金貨やぞ、あれ。ありがとうございます、言って。大きいね、気前いいね。で、早速家持って帰ってさ、はあ、チラシ寿司にしたんよ。頭おかしいんか、お前。おい、ベロバグってんのか、お前は。やっぱうまいね。あ、そうな？あの、チラシ寿司の椎茸甘辛く炊いたやつ。あ、どうでもええわ。おい、どうでもええって。あ、椎茸ってあの味のまま地面から生えたんや。ええわ、もう、おい。え？椎茸の話なんか聞きとないんじゃ、お前。何何？トロはい、トロ。トロはいい色やったよ。色合いでいるんだ、トロ、お前。そんな、りょうさん怒らはったやろ。なんかえらい怒ってはって。そらせやろ、お前。あ、チラシ寿司にしました、言うたら。ほう。頭おかしいんか、お前。せやで。カナダ足でベロあるたろか。言うてまいな、これ。本マグロの大トロいうのはな、一回炙んねやつ。しゃあね。しゃあしゃあしゃあ。なんか油がこうじわー出てくる。ああ、しゃあ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 。それをケチャップにつけて食うんがうまい。頭おかしいか、お前、おい。ああ、なあ。炙るんすか？ケチャップじゃ、おい。ケチャップはね、僕もね、チラシ寿司にかけたんです。お前ぶっかけてんの？ほんなら、錦糸卵と相まって、はあ、オムライスみたいになります。ならんわ、お前、おい。頭おかしいやないか、お前。頭おかしいやん、あの人。お前もおかしいねんで。でもめっちゃええ人で。ええ人はええ人ね。その帰りもさ、うん、ホタテくれて。ホタテ？ホタテ。でっかい殻付きのやつ。海底の？うん。なんで？
なんか余っとんや余らんねえよお前どこの海住んでんねんお前。いやありがとうございます言うて大きな気前やな。で早速持って帰ってさ、うん、水着にしたんや。頭おかしいやないけどやっぱええー、ね何がいな白が映えるね。映えへんねんお前には。あんなバキバキのギャルの姉ちゃんしか映えんねんお前りょうさん怒らはったやろ。なんかまたえらい怒ってあってさ。そらせやろ。あ水着にしました言うたらおう頭おかしいんかお前。しゃあでお前カナダ足でベロあるたろか。今洗わんでねえや。ホタテいうのはな一回網で焼くんやと。しゃあよしゃあしゃあ焼いたらこう殻がこうじわー広がってくる。しゃあしゃあしゃあもうここだけの DVD 欲しいわし好きやねえなで中身ポイってしてカスタネットにして遊ぶ。頭おかしいやないかお前。どうも金属バットです。よいしょ。いやーね、うん、しかしあれやね。何じゃい。痴漢あかんね。痴漢あかん。うんま痴漢あかんわ。痴漢あかん。うん。痴漢あかん。痴漢。あかん。痴漢あかん。あかん。あかん。痴漢あかん。痴漢。あかん。あかん。痴漢。痴漢。あかん。あかん。あかん。痴漢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 。痴漢。痴漢。あかん。痴漢。痴漢。痴漢。あかん。痴漢。あかん。痴漢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 。ルール決めよう。せやな。わけわからへんな。うん、盛り上がらねえから。せや、わけわからへんわ。わからんままやってるから。ちょっとな、痴漢がややこしいから、はあ、こうと呼ぶことにしよう。え？で、あかんがややこしいから、はあ、おつと呼ぶことにしようか。ややこしいってそっちの方が。こうとおつが連なったとき、まあ言うたらうまいこと言ったときな。うまいもんやから、おでんと呼ぶ。ちょっと待って、おい。おい、ちょっと、おい。おつがおでんになった時に。ちょっと訳分からへんって、おい。ややこしなってんの、お前の方が。え？なんかおでんの契約書書いてるみたいになってるわ。そう。訳分からへんわ、お前。あ、そう？せやで、お前。いや、とにかく痴漢はあかんのよ。痴漢あかん。ほんまに痴漢あかん。ほんまに痴漢あかん。痴漢あかん。うん。あ、ちょっと待って。え？痴漢あかん。めっちゃ早ない。痴漢あかん。いや、そんな早ないけど。いっちゃ早いやろ、俺。いや、俺の方が早いんちゃう？マジで？うん。言うてみて。パン！早っ！お、早いな、お前。ゼロ言ってそのガンやん。そんなあれやったらお前チャンってほら。いや、それはチャンって言うてる。いや、お前ガンやんけ。俺はちゃんと言うてる。何？チャン！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 ルール決めよう。言えてもおい、ルールええって。ルール決めます。ルールええねんて。まず、ガンがややこしいため、ややこしいアルファと呼ぶことにします。ややこしいって。がややこしいため、ベータと呼ぶことにします。ええって、お前。アルファとベータが連なった時のことをガンマと呼ぶ。もう訳分からへんの、ね、やめてくれ、お前。ややこ反応みたいなこと言ってるやん。なんやねん、お前。え？ちゃうから、もう時間もあらんねんで、これ。あ、そうな。漫才の段取りもあるし、これ。な、言わなあかんこと3つあんのよ、あんた。あ、3つあんの？せやで、あんた。あ、そうな。うん。まあまあ、とにかくさ、うん、痴漢はあかんのよ。痴漢はあかんな。うん、現状さ、うん、痴漢し放題みたいになってるからさ、うもう警察としては、うん、もう絶対に負けられない戦いとして挑んでほしいよな。うん、これはあくまで個人の感想やけど。マジシャンか、おいしさ。どうも金属バットです。どうも。お願いします。Schappatierte Sinfonie an den Schuhwänen, rüstbare Usorke und Licht, kautaine Ptice. Milion sitnih života, tapiserija zelena, raspičući se na suncu, živopisna čudesna scena. Ispod krošnje gdje sjene, lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi pojeći nebo zlatom, naše srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričani. Šuštanje lišća nježa, umirujući zvuk, šuborenje potoka gdje se može naći mi. Zvijezdana noć se razvija, šunasto beskrajno nebo, gdje snovi lete i lete pod budnim okom dalekih tebe radi svjetala. Svemira tako ogromno odražavajući se u jezerima odraz kojeg ne možemo shvatiti. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja odiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi pojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričani. Ciklus godišnjih doba, bezvremeni, beskrajni ples.
podziemek na naszym jest ołową Ethereum dance. Od zimskog lednog stiska do ljetnog bujnog cvata. Nježna ruka prirode vodi nas kroz dan i kroz tugu. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu. Zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje u pričama. Ne ispričam ni o djeci i dine za uvijek u našim dušama. Slobodna. Spaljujem mostove, plamen.